速い速い、今度は白くない。Rock what you got, block what you shot. Another chapter, what you get, what you got. Enough warriors here to fight, choose one. The best of the best will be the champion. This world is just after all. Now we're moving on lockdown forever, y'all. This contains scenes of violence and death. You was on the special, so you ain't dead. When the fact that they ready, step up. I want you back on the rise. I'm ready to do that, let's rock. So we're gonna calm down, let's do that, let's stop. Trying to front like you was kids on the block. Step too close, kid, you might get shot. Only one master is going straight to the top. One false move, your whole game here flop. Only one master is going straight to the top. いろんな人たちがいろんな方向で楽しめてるんじゃないかなっていうのが、見てもよし参加してもよしで、なんか楽しむ人には楽しめるし、勝ちたい人にもすごいいい大会だなとは思います。ストリートファイター3サードストライク稼働20年目を迎えたこの名作が、年に一度最も熱くなる瞬間、それがクーペレーションカップです。サードの新たな聖地となったここ浅草橋ヒューリックホールに集まった102チーム約500名のサードプレイヤーは、素晴らしい戦いを繰り広げてくれました。しかし皆様、ここからが本番です。最後の、そして最高の戦いが始まります。皆様、会場の皆様、ご一緒に応援のほどよろしくお願いいたします。さあ参りましょう。激しすぎる予選とプレーオフをくぐり抜け、決勝に残った8チーム40名の入場です。まずはこのチーム。神奈川、ヤックンユン、タケレミ、リキマルチュンリ、オチビユン、ケイクンヤンの5名です。はい、ということで、今回解説をやらせていただきますネスタです。よろしくお願いします。同じく実況解説お手伝いさせていただきます井上です。神奈川チーム、神奈川の名前背負って昔ね、昔結構神奈川チーム組んでたんですけど、その3人、力丸、やっくん、たけさん、レミにおちびとけいくんですね、けいくんが加わって、けいくん今年すごいやってたんで、めちゃめちゃ強いんですよ。予選からずっとね、活躍しましたしね、はい、皆さんね、はい、まあ、やっくんの追い込みがすごかったですけどね。そうですね、昨日も大変なことになってたんで、うん、このチーム大本命でもおかしくないですね。今日も僕、久しぶりにこうやって皆さんとお話させていただいて、はい、今って最強プレイヤー誰なのっていう話をしたときに、うんうん、結構ヤックンって上がってくることが多かったんで。そうですね、はい、現役最強ヤックンかでしょね、っていう結構言われましたね、はい、名前が出てくるプレイヤーですね。さあ1チーム目張り終えました。続いていきましょう。2番手に入場するのはこのチームです。
武器部、徳良やん、国流、フロヤン、ルシパーレミ、そしてケイチュンリーの5人です。いや、上がってきましたね。上がってきましたね、うん、来ましたね。これ結構後発組じゃないですか。井上さん、かなり教えてたと思うんですけど。そうなんですよ、はあ、僕が教えてた子も混じってれば、まあ、ルシファーさん。そうですね、去年もクーペ大活躍。クーペといえばルシファーみたいな感じになってますね。あ、でもね、今回ルシファーじゃなくて、厳密しピエロっていう。ああ、ピエロの方なんですね。あ、なるほどなるほど。ああ、厳密しピエロと書いて、ルシファーって読むんですね。ルシファーって読む。それはちょっと想定外でしたね。いやでも本当にね、彼のプレーはぜひ見たいですね。そうですね、まあ、前回のあの活躍っぷりを考えると一人で優勝する可能性があるぐらい、今張り始めてますよ。あ、なるほど。神奈川チームは敗者復活から上がってきた、ね、プレのところに張りましたね、はい、ところに張って、ムヒブはその上側ブロックを合わせてきた、右を埋めていこうっていう感じですね。これはどういう戦略なんですかね。残ってるチームがやばいきついという感じなんですかね。なるほど、気持ちがあるんでしょう、きっと。さあ、続いて参りましょう。3番目に入場するのはこちらのチーム。西日暮里 VS 富永誠と菓子剣、ウェルプレイドバナオリュウ、そしてグラフト MOV マッチの5名です。いやー、来ました ね、 さっき神奈川で大本命って言ったばっかりでなんなんですけど、本命だらけで実際。はい、あのね、まあ、ここ僕よく知ってるところでもあるんですけど、はいはいはい、まず彼らのコンセプトとして、はい、富永が最強やと。そうですね、ヤックンかの後に出てくるのは大体富永なんですよ。で、彼らの中では富永を育てた男カシ、そして富永を唯一勝ってる男マッチ。なるほど。そこを抑えておけば間違いなく富永を生かせると。有効に使えますね。そう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 、最強の駒を富永にバイキルトとスクルトをかけていくチーム。両方かけるのはだいぶ汚いと思うんですけどね。まあ、そこにね、さらに MV が入ってね。確かに。ということで、まあ、キングギドラと言われたチュンリー3体のうちの1体がここにも1人、リキマル、MOV、大抜きと言われてるんですけども、そのうちの1体ここですね。まあ、そこがどこに貼るかなんですけど、はい、どこに貼るかっていうのは、まあ、左でしょうけど、ね、左だと思うんですけどもね、貼ってきましたね、左に、はい、左ですね。なるほどなるほど。まあ、左下の3番、まあ、3でも4でも多分変わらないんですけど、まあ、どこでも大差ないですよね、はい、うん、これは結構でも気持ちが入るんで、あー、順番、はい、確かに確かに、初戦って言われたらね、という感じですね。さあ、続いて参りましょう。クーペ史上初の壇上改良勢となりました。4番目のチームはこのチーム。ロス・バトス・ロカス。さあ、ファイブスター剣、オシャマン・ボリュー、アーロン・ネクロ、そして天然いぶき、ライアン・チュンリーの5人です。これ、まあ、初すごいですよ、はい、本当すごいです。いや、本当にすごいんですよ、はい、これはすごいことです。去年ぐらいから結構海外勢レベル上がってて、うん、本当に知らないで対戦すると日本勢、海外勢分かんないぐらいのレベルにはなってきてるんですよね、はい、しかしそれが壇上まで来たっていうのが、はい、ついにですね、クーペレーション17回の、そうですね、歴史の中で重さが、ね、初めて、はい、感じられます。これは本当に楽しみですね。しかも今入場シーンも見てたんですけど、やっぱり緊張してる感じもね、あんまりなくて、全然なんかこうすごく楽しんでて、はい、うん、こういうチームは結構毎回強いんですよ。しかも1番張ってますからね。確かに、これはもう俺らはいけるぞと、もう初っ端やってやるっていう気持ちがすごい伝わってきますね、うん、キャラ的にも面白いんですよね、ここね。そうなんですよ、楽しみですね、はい、はい、さあ、どんどん参りましょう。5番目に入場してくるのはこちらのチームです。明大前ポンヨ、シエケン、チャンスマコト、厚生ケン、大根エレナ、ロリダットリーの5名です。これ井上さんがいた頃、やってた頃ではないと思うんですが、ザ関西ですよね。そうなんですよ。しかも明大前って言ってますけど、毎回関西勢って決勝トーナメントいるんですよ。うん、そうですね。で、
優勝をいつも逃してるんですよ。そうなんですよ。なので多分悲願の初優勝を、まあ、毎回なんでしょうけど、うん、でもすごく願ってきてると思うんですよね、うん、でまさにこれ多分今のリアル関西トップ5って言ってもいい。そうですね、まあ、大阪ですかね、はい、うんうん、モンテからあっちに流れてきて、ベガスからモンテに流れてきて、ね、ベガスに行ってベガスがなくなってって、はい、中で残ってきた、うん、そうですね、ラストのメンツなんで、はい、頑張ってほしいですね。どこに貼るんですかね。おお、海外勢に一発目いきましたね。貼っていきましたね。これはね結構勇気いるんですよ ね、 そうですね、リスクマッチに結構なるんで、うん、今避けられてるのがやっぱりバーサスとあそこですかね。そうですね、バーサスとブヒブ、ブヒブか、はい、力丸のところかな、カトクラのところですね。カトクラのところね、はい。さあ残り厳密心が避けられるのか。残り3チームとなりました。6番目に入場してくるのはこちらのチーム。南浦和ビッグワンセカンド。さあ一平チュンリー、杉山ネクロ、甲春チュンリー、 RX ユリアン、ヒヤシンスユンの5名です。僕ね、このチーム全員分かります。お、分かるんですか。要は古いです。へぇ、むちゃくちゃ昔からやってる人たちですね。そうですね、はい、RX、甲春、うん、あと、ヒヤシンス、ね、杉山ですね、ごめんなさい、うんうんうん、が優勝経験あるんですよ。ああ、なるほど、はい、ウラーブルズっていう名前で出て優勝したことあるんですけど、それに最近若手でビッグワンでやってる若手の、まあ、若手なんですけど、一平ヒヤシンスが入って、まあ破壊力をちょっと上げてきた感じですね。はい、まあ、僕今すごい一番行ってる店ビッグワンなんで、地元ですね、はい、もう完全地元なんで結構応援してるんですけど、メスター地元のチームが、はい、さあどこに入るかと言っても2択ですもんね。まあどっちもね、どっちなんで、どっちもどっちですけれども、これ問題なのは、はい、ここで貼られなかった方に、はい、例のチームが確かに入るということですよね。そうなりますね、単純に、はい、おっ、おということは大本命とさっき紹介した西日暮里 VS を食いに行った、入りに行ったということは今から入ってくるチームが、そうですね、さ あ、 ね、さあその形となります。二次予選7ブロック勝ち上がった7チーム、最後に入場してくる7番目のチームはこのチーム。ドリーム、デシケン系藤井健、大貫チュンリー、灰谷誠、一世ユン、健造やんの5名です。いや強いです。来ましたね、最後の最後、もったいつけましたね。誰がどう見ても強いというチーム。優勝候補筆頭とも事前から言われてましたけど、ここでしょっていうところですよね。多分その優勝を狙っているチームの全てが、はい、ここに対してのその順番の読み合いであるとかキャラ対策をまとめてきてるんではないかと、ね、それぐらいターゲットになっていても、まあ、おかしくないというか、それだけの強さを持っているチームですね、まあ、うちもこのチーム、まあ、ましたけど、このチーム結構早めに決まってたんですよ、発表するというか、まあ、内々で結構みんな知ってたんですけ ど、 なんでこのチームに勝てるチーム作りを結構みんなしてきて、残ってるチームはね結構的にかけてるはずなんですよ、はい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 、対策レベルではなくチーム組むところからも、はい、そうなんですよ、標的がここやったと、はい、チームを組む時点で多分結構みんな意識はしてるはずなんですよ、ね、そうですよね、はい、これを組まれてしまってはちょっとね、もう中途半端なところではね、はい、対抗できないんで、今年ねかなりレベル高いんですよ、近年で、ね、そうですね、まれに見る、はい、はい、さあそして先ほど行われました地獄のプレーオフ、こちらを勝ち上がった最後の正真正銘最後のチームの入場です。カプセル D 長山、タムネクロ、 DDA 剣、 D ダットリー、大歓剣、ヨモダダットリーの5名です。いやこれね、はい、抜けてくるのすごいですよ。そうなんですよ、本当に。昨日は私のチームプレーオフから抜けて優勝なんですけど、プレーオフ抜けたやつは強いんですよ、うん、間違いないですからね、はい、絶対に抜けれないですからね、まぐれで、はい、でしかも試合数もかなりできるんで、うん、温まってる、温まってるんですよね、うん、完成しきった状態で上がってきて、はい、ここが当たるのが
最初に貼られたということで、はい、神奈川ですかね、今あそこに映ってますね。そうですね、はい、各する長山と神奈川が、はい、当たる感じですね。力丸屋君、竹尾ちびけい君のチームですね、はい。はい、そしたら今準備の方が ね一応ね始まってスタッフの方が書いてくれたのがあるんで、はい、これ、はい、メスターさん的には、まあ、1回戦というと、はい、この明大前とは名ばかりの関西のチーム関西のチーム対これなんで明大前なのかちょっと気になりますけどね。これあれですよね、その、はい、この2つのチーム以外はほとんど関東のチームですよね、全部。そうですね、関東という意味ではほぼ関東ですよね。ドリームチームが、まあ一応混成というかデスケンが入ってる、はい、そうですね。ということはまあ、地方枠という地方枠が最初に潰し合う形になってしまいましたね、はい、これキャラ的にはどうなんですかね、はい、キャラとしてはケンだとチュンリーがまずライアンしかいないんです、ね、確かに少ないですね、はい、チュンリー1枚そうなんですよ。ユンがゼロかな、ゼロですね、ゼロですね、ユンいない。おお、なかなか珍しい組み合わせがたくさん見れるかもしれないですね。そうですね、というかもうユンが少ないですね、今回の決勝トーナメント自体に、はい、あ、確かに確かに、ね、注目がこの大根エレナ、大根エレナ、大根さんね、僕関西行った時にモンテで見たことあるんですよ、うん、あのウルフォでエレナやってました。ああすごい名前で、なるほどエレナっていうすごいキャラじゃないですか。そうですね、あっちの方ですごい記憶があるんですけど、じゃあ多分エレナファンなんですね、おそらく。そうですね、多分後発なんだと思いますね。ああ、なるほどなるほど。後からサード、最近なんじゃないですかね、サードやり始めたのが。分かんないですけど、海外との混成チームの方は、はい、まあ、結構この海外勢としては日本で知られてる方々が入ってますよね、はい、そうですね、最近もう結構しょっちゅういるんで、常連的な日本に住んでるんじゃないかなっていう人とかもいるんで、ライアンとかは多分住んでますね。そうですよね、よくいますもんね、はい。いやしかしすごいですね、ほんまに海外勢がここまで上がるようになっていて、で海外勢ね、何がすごいって、うん、アーロンのネクロと、はい、天然イブキっていう、ネクロとイブキっていう日本でもちょっとレアなブルーに入るキャラが、でそれで上がってきている実力があるってことですかね、はい、お、どうも決まったみたいですね。決まりましたね。お、天然のイブキ対大根エレナが先方ですね。イブキエレナはね、さっき言ってたまさにレアな組み合わせ、かつ同士の注目の大根エレナが突然見られるという。そうですね。はいはい。それではね、先方も決まってますんで、準備ができているようでしたらスタートボタンを押してください。はい、お願いします。よろしくお願いします。盛り上がっていきましょう。エレナは早々にもうキャラもアーツも決めてブレイブ、ブレイブ、イブキのアーツがちょっと迷うかもしれないですね。霞か、闇もありますよね、これ。闇もありますね。霞、霞ですね。まあ霞は安定しますからね。さあ一般的にはね、結構きついとは言われてるんですけども、エレナがイブキ側が、そうですね、はい、まあ、立ち回りの大キックが、はい、ただイブキの行動に対して一点読みを仕掛けようとするとエレナ側がそこには大ダメージを取りやすいっていうのが右側の選択肢があるんで、さあ、そうこう言ってるうちに大攻撃が当たって画面端から逃げていって端から逃げるのうまいですね、お互い。そうですね。さあこれがね、ノーゲージですごいゲージも溜まる上に減るんですよね、膝ライダーっていうコンボが。ここでまくってしまいたいな、しゃがみくらいで痛かったですね。投げが入ってドットから思い切っていきましたね、今しっかり反撃ですね。やっぱりそういう試合展開になりますね、はい、そうですね、立ち回りでエレナが取って、はい、イブキがラッシュでっていう形になってますね。直でね、ぶっ放しても当たりにくいんで、このゲームはちょっと暗転するとそこでガードが間に合っちゃったりするんで、やりづらい、当たりづらいんですけど、小足を入れて結構当たりやすくしてましたね。さあ、膠着状態が続いているように見えますが、先に先手を取るのがイブキ側で、おお、これは天然のイブキがうまい、減りますね、若干後がないか。さあイブキがちょっと攻め上げる、エレナが攻め上げてきますね。またドット勝負から、これは思い切って勝負受けですね、はい、まずは天然のイブキ、これが
海外勢の息吹なんですよ。ちょっと信じられないですよね。すごいです、本当に。海外勢って忘れてました、完全に。すごい動きをね、してくるんですよ。うん、霞がポイントになってますね、やっぱり。そうですね、霞しゃがみくらいは、はい、やっぱりあのゲージの短さで3本貯められて、うん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 、あの機動力から打ってきて、そんな減っていいのかって思うぐらい減るんで、うんうんうん、さあ、時報ですね、ですね。関西チーム時報が、これは大前ポンヨが時報は剣構成ですか、ですか、構成ですね、構成です、構成剣、構成剣、はあ、これも迷うところですよね。昔は闇、はあっていう感じになってますけど、まあ、霞のことが多いですね。まあ、一択でいいぐらいは霞はもう汎用性も高いので。さあ勝負しましたね。あの大つむじっていう技がすごい減るんですけど、しゃがみに当たると膝大つむじしゃがみヒットすると、あの陣内と同じぐらい減るらしいです。継続ですもんね。もう陣内ぐらい減ってますね、特に。減ってますね、軽く。でも息吹は陣内くらいだとすごい減るんですよ。しっかり対抗してますね。ワンフレ空中とがめて剣のターンになりたいところでしたが、しっかり減らされて、さあ、いぶき側がリーチの状態に見えますが、浮いてきますね、ラスト1手が。うわー、潰せるんですね、今ので。霞関係の見舞いを制したのは天然のいぶきが強いですね。強いです、立ち回りは結構硬いように見えるんですけど、思い切った動きをして当ててるんですよね。そうですね、当たってますね、はあ、読みが鋭いですね。一文字入ってやっぱ減りますね、体力がないですね。減るんですよね、圧倒的に体力がないですね。単発だけでも結構、息吹は死んじゃうぐらいの体力が低いですね。ちょっと端から出づらくなってますが、脱出に成功しましたね。ここで端の抜け方がうまいですね。きっちりかすみで取っていってますね。これは剣側はどこかで陣内絡めて置き詰めいきたいとかと思うんですけど、そうですね、なかなか初手がつかめない。おー、あ、うまい、来た。さあ、ここから置き詰めが勝利が勝利をカード選択、行きを警戒してますね。これは削り切ったか、途中からここに来ましたね。天然息吹がこれで2人抜き。これはなかなか最初の思いつかなかった展開ですよね。そうですね、息吹で2人抜いて、息吹を先方で出してくるっていうこともびっくりですけど、それで2人抜いて、だいぶ明大前チーム、明大前フレンズの方は残りが、シエケン、ロリダットリー、チャンスマコト。ロリダットリーがいきますね。ロリダットリーですね。これ組み合わせ的にはどうなんですか。息吹は結構厳しいキャラが多いと言われてる中で、ですよね、いける方ですよね。いけるんですよ、ですよね。あの昨日もイルキダットリーで勝ってるんですよ、ね、おそらく出したくなかったダットリーなはずなんですよね。そうですね、まあ、その分ここでダットリーで勝てれば大きいということですよね、はい、そう、きっちりしますね。あれはマシンガンに浮かれちゃう可能性があるんで。ああ、しかしブルーやめないですね。おーっと、しっかり暴れていって、これは早い決着になりましたね。コンボもしっかりですね。ゲージ状況も非常にいいですね。息吹って1フレ空中って言われてる技が多くて、あー、なるほど、はい、コンボがすごい難しいんですよね、選択が。浮かれても大丈夫なのに、ジェッパで締めると。そうですね、その中でも ちゃんと最大を毎回取ってましたね。しっかりやってますね、はい、おっと、これはなかなか難しいんですが、攻撃を決めて下段遅らせが相打ちになって、また投げで画面端。さあ、下中は下段からリープが刺さって、もう結構圏内に入ってますね。そうですね、何が入って、何が入っても何も食らえない状況ですが、これはリスクを犯さないと前には出づらいところから。息吹もね、ゲージもあんまりないんで。さあ、お、これは難しいですね、やっぱり。さすがにさすがですね、ロリダットリー。しかしうまかったですね、はあ。一ラウンド苦手なはずの息吹をダットリーで沈められたの大きいですね。そうですね。さあ、これに対して誰を出していくのか。出てくるのがこれはアーロンですかね。そうですね、アーロンネクロ。アーロンネクロ、ネクロだ
レイクローをぶつけていくよね。さっきのからもうちょっとこれはキャラさとかではなく維持とかで言ってますね、おそらく。攻略の観点がもしかすると違うかもしれないですね、はい、ありえますね。海外ならではのダットリー対策が見れるのか。結局このゲームブロッキングがあるんで、そうですね、あのキャラがどんなにきついとか不利とか関係なく、あの人が強ければいけるんで、コンボはできますね、はい、あ、対空の今の中電時ですか。中か台ですね。台ですか、はい。あれ対空にするのすごいですね。すごいですね。もうちゃんと見てないと落ちないですからね、はい、多分あそこら辺があってのことなんでしょうね、はい。しかしこの画面はきついですよ。おっと、きっちり暴れてダートワードして、さあここはどうする、反撃、おーっとブロンないと反撃なかったんですけどね。これはうまい。さあ、おけ攻めが投げすか、なるほど、しっかり投げすかに中盤ダックロケッパ。これすごい難しい、ね、すごいむずいですね。めちゃくちゃ難しいです。お互い難しいことずっとやってましたね、はい、今非常にレベルが高い。さあ、また立ち合いに戻りました。ネクロの対空にはうまくしたいんですが、きっちりサイドハンド切れていく。これしか入らないのやってきます ね、ノリダットリー投げで運んで、あ、ただ萎縮してしまうとこのゲームはきついですね。で、でここからバラつきの奥攻めはどうなる。これは厳しいか。緊迫しています。うまい。ここからスタンチを取りたい。取れれば、あ、はい、お見事です、ね、はい、きっちり差しに来ましたね。ダットリーはやっぱり初段の削り量が多いんで、打点から出された時に結構いいダメージを取られてしまうんですよね。さあ、これで2人目、そうですね、中堅同士ですね。中堅対決、はい、さあ、知っていくのはオシャマンボリュー竜ダットリー、はい、さあこれスーパーアーツによってもね、かなり戦い方変わるんですけども、真空なのか電陣なのかというところで、まあ、ダットリーも選べますからね、うん、そうですね、まあ、今度はコークですね。さっきはロケットだったんですね。ロケットだったんですけど、まあ、コークスキル言ったら真空ハードですね。さあ、立ち上がりは結構静かですね。ゲージための雰囲気から始まってますね。しかし仕掛けていく。画面端が近くなると投げ抜けが多くなってしまうんですよね。おっと、しっかり出していってスタンマリアはさあガードを見切って夜選択肢を狙っていきます ね、 ね。おお、いいですね。これでもほぼほぼ五分といった形ですかね。そうですね、ゲージがちょっと苦しいですが、端を取っていくのは竜。おお、そこでショート、すごいな、本当に。そうですね、選択肢が太いですね。さあ、今度は龍が前に出る展開ですが、ワンコンも入ってゲージが。ナットリはね、投げ、あの後ろ歩きが早いんですよ。なるほどなるほど。なんで投げに行ったところを歩いて透かして台形っていうのが結構強いんですよね。ああ、よく見る攻撃ですね、はあ、さあ、しっかり走り入れ替えて灼熱を絡めて端から出したくないところですが、体育をきっちりして送らせ大パン灼熱。これ辺真空の強みですよね。そうですね。おお、しっかり出していく。折れないですね。もう強気強気ですね。はい、いいですね、これ。迷いがないですね。うわ、うまい。反撃難しい、難しいんですよ、あれ、はい。さあ、また灼熱絡みで端で追い寄りたいところですが、なかなか出れるのが難しそうですね。端をキープするのがうまいですね。広いから竜巻が入って、はい、竜巻、ここは固くいきますね。ですね。いや、これは試合の展開が本当に、どう作り方うまいですね。うまいですね。素晴らしいですね。安全に安全にと見せかけてダッシュ投げっていうところでしたね。最後もう意識が切れたところでダッシュ投げでしたね、素晴らしい。はあ、さあ、これは龍拳対決ですね。シエさんですね、はい、残るはシエケンとチャンスマコト、ケンマコトという状態で、はい、この竜に出していくのがシエケン。ロスバフォスチームは残っているのはまだライアンチューリーも残ってますね。そうですね、はい、チュンリー、ファイブスターの剣がまだ残ってますね。竜ケン、チュンリー対ケンマコトですね。そうですね、しかもね、ちょっと主役級のキャラの集まりましたね。
しかしこれアーツが気になりますね。そうですね、ラットリーに真空を使いたいのはすごい分かるんで、はい、ただここの剣も真空でいく。おお、真空使いですね。正統派な感じがしますもんね、サポーから。うわー、さあ地上戦に勝ったのは龍ですが、地獄車からの橋攻めが出れない。産地半分からしっかり台風飛ぶが中継強いですね。上で暴れていくのは強いですね。さあこれ機能しますね。はい、うまいです。さあ陣内入って、この後に勝利が行く。おお、きっちり抜けてます。さすがの台風ですね。そうですね、今の勝利に行くと見せかけて結構安全な選択肢っていうのを飛びから行きましたね。はい、体力リードしてる状況で無理する必要はないんで。そうですね、試合の作り方がうまいですよね。うまいですね。生まれてると皆さん投げが入ってしっかりグラップ、対空はくぐり中台ダッシュ。うまいですね、今の。うまいですね、今のから。ここは表裏に行くか。おお、これはうまい、きっちり取ってきましたね。ちゃんと練習してる感じしますね、これ。いやー、うまい。入ってこれで人数がまた副将戦ですね。はい、次が副将戦が、5スター剣もしくはライアンチャンピーで、これは5スターですかね、おそらく。そうですね、おそらくこれ剣道キャラ、剣道キャラですね。熱いですね、はい、5スターね。たまに動画とか見るんですけど、剣道キャラ強いんですよ。お、あ、確かにそういう感じの足払い戦が見えてますね、今。安易に技を振らない感じの。そうですね、もうリスクの低い技でリターンのある技をしっかり抜けてる。はい、そうですね、体育も技は出さない。この地獄車がキーですよね、ケンケンは。そうなんですよ、運ぶ距離が大きすぎて一気に全てが入れ替わるんで、はい、地獄車を食らえない攻め側。さあこれで体力取り返して表裏が振るか、投げてグラップ。ゲージが溜まっているのはファイブスターですが、おお、デッド。ここで大パンデッド。大パンチが当たっていた時だけゲージが溜まって陣内が出ると。はい、イニシエのテクニックですね。これもういろんなゲームで使われているようなテクニックではありますけど、ね、早い展開なんで難しいんですよね。そうですね、きっちりゲージ見てましたね。はい、あ、さあ投げつけ誘って、しかし陣内で切り返して置き攻めは上から。あ、そういうことか。お互いきっかけを見つけたいところですが、さあファイブスターはちょっとゲージが欲しいですよね。そろそろ陣内がしましたね、きっちり。陣内溜まって画面端ですが、さあ地獄の地獄車から、それは決まったか。あ、落ちて、あー、ちょっといろんなものを見すぎましたね。いや、賢い選択肢でしたね。まあ、経験の差というか。そうですね、まあ、ゲージ差も結構ついてましたから ね。さあこれで先に大将を引きずり出されたのはロスバトスロコスライアンチュンリー。いや、しかしこのチームで大将を任されるっていうのは相当なもんですよね。そうですね、はい、そしてやはり注目キャラチュンリー。そうですね、来ましたね、はい、ここに来てチュンリー。さあ立ち回りは中足と波動と飛びを使い分けて端に押していくのは司令剣。ただゲージがね、意外と溜まってますね、これ。そうですね、はい、この端の攻防大事ですよ、はい、端の取り合いが激しいですね。なさあ波が入って、しっかり仕込んでる。さあ中足ホイップが入って、大事に溜めたゲージがここで機能します。これはおっと詰まる、体力リードしてから、おお、これは削れますね、今のは。そうですね、きっちり EX バードが潰せるタイミングのでしたね、クラセが、はい、かなりうまいタイミングでした。しゃがみ技で止めるのかなりむずいんですよね、はい、やっぱゲージがないとね、昇竜拳打っていきますよね、はい、しかしこの背負った橋はなかなか高くつくのか。さあお互いリスクを控えめにしてきっちり細かく取っていきますね。目まぐるしく橋が入れ替わる中で八景が入って、
うまい。さあここからワンチャンスあるのか。おお、きっちり投げ返して、これで1日のゲージ 1.7 本のチュンリーは強いですね。強いですね。さあ最速1本目が入りました。攻撃大パン陣内で切り返して、ここからは勝利に攻めは勝利から中発球保育炸裂ダウン取って膝の後に帰ってきて、さあここですね。さあ投げ方はゲージがないので、ここで決めたい。さあ波動で押して、あよく止めたんですけどね。今の中盤から陣内打ちたかったですけど ね、でもダッシュまでも早かったですね、やっぱりこの最後の削りに行く時の動きっていうのも確立されてて、はい、なかなか見応えがありますよね、はいはい、そうですね。結構ねああいうところ遅れちゃうんですけど、切り替えもすごい早かったですね、はい、さあ大将戦ってるうちに大将戦しょっぱだから鳥肌もんですよ、これ熱いですね、はい、さあチャンスマコと先制チームを背負っているのはライアン・チュンリー、そして関西最後の一人になったのはチャンスマコト、はあ、チャンスマコトね、もうここ何年か前からずっと大将張って、そうですね、はあ、もう固定みたいな感じありますね。そうですね、もう貫禄も出てきましたけど、先に取っていくのはライアンですね。そうですね、やはりこう大堀の技を全部咎めていく形で、はあ、ゲージが溜まってしまってますが、しかし誠はここからも全然いけるんですが、はっきり保育が入って画面端からは投げを抜ける。さあこれ誠は地獄の画面端です。これは出れない。さあこれは全体的に苦しくなってしまっていますが、そうですね、誠が結構読み切った時はねでかいのが入りやすいんですけど、端で細かくやられるとかなり抜けるのが難しいんで。そうですね、さあゲージを貯めていく。やっぱり振ってる技が全部大攻撃なんで、はあ、溜まりますね。溜まってますね、本当にしっかり止めるとか止めてる。あとこれは端からさあさあダウン取れて中盤来たんで、ここで仕留めたいが、ここから逃がしたくない。それは温存ですね。投げ入って画面端、さらに地獄の画面が。さあここ投げ返す入って、これはお互いリーチか。そうですね、これでゲージを使っていく。おーっとこれはツリーですね。これは取りに行って中継を食らわたんですね、はい、ラストの削りの温存効きましたね。これね、これもすでにデッドゾーンになってますよね、はい、お互いのもう何が起きても一瞬で終わりますね。この瞬間から始まってもおかしくない。一発目を決めるのは、さあハッキーフォーク入って、大きなハッキーが強い。先手を取るのはライアン。さあ追いかける準備、この追いかけで中足が刺さりますが、おーこれは画面走りました。入れ替えない、お互い分かんない。ここでカラスが入る。始まるのか、始まっていいな。これはすごいチャンス根性値やりきった。早手だけヒット2連続から、相当ですね。いやすごいですね。おそらくライアンが遅らせジャンプ的な、そうですね、高等なテクニックを使ってたんですけれども、はい、そこに決め打ちの早手がヒットしたのを見逃してなかったと。そうです、しかも一発目でちょっと圏内じゃないかなっていうのでもう一回行きましたね。いや素晴らしい最後でした。ということで勝者は明大前フレンズ。そうですね、素晴らしい戦いでしたね。1回戦からいやもう手汗がやばいっす。すごいですよね。ああさあいやこれしかしこれ、はい、惜しくも敗退になってしまいましたけど、海外チームめっちゃ強かったですね。海外で強いですね。こんなにもうレベルがほとんど変わらないというか、はあ、むしろね全然この抜けて強いところもいっぱい見えて、うん、各キャラも本当に最高峰でした ね本当にね、いい試合でした。しかも真空波動の竜とかも最近あんまり見ることが少ないんで。あなるほどなるほど、電人ですもんね、やっぱり、はあ、やっぱり強いですね。強いですね、はあ、強さが見えましたね、はあ、遅らせ大パンを打てるところとか。さてさあ次の試合が、はい、ワン P
ー側は西日暮里 VS 富永、先方来ましたね。はい、ツピが南浦はビッグワンセカンドチーム甲春チュンディ、甲春チュンディ、なるほど、富永対甲春。これ確か富永、はい、この前の二次予選ですか、はい、で10立てして上がってきてるっていう話をちらっと聞いてて、一次予選も彼が、はい、5立てした後に3立てしてみたいな、はい、確かそんな感じの内容なんですよ。彼が確か今のところチュンディに1回負けただけみたいな、ほとんど先方出てて、いや富永の先方マジ強いんですよ。しかしですね、はい、それが甲春のあのファンタジーワールドに対してどうなのかっていうところがすごい見どころですね。はい、まあ、甲春といえば代名詞がもうこれ多分言っちゃっても大丈夫だと思うんですけど、そうですね、言って大丈夫です、はい、ですよね、はい、陽走客、はい、もしくは赤風呂、まあ、空中戦が強いという、ね、しかし誠といえば空中に対して絶大なリスクを負わせられるキャラなんで、はい、そこをどうくらい抜けてくぐってくるのかっていうところが一個見どころかなと。そうですね、さあ戦法が始まりますね、はい、それでは2回戦第1試合お願いします。さあ時間はゆっくり使ってますが、おそらく土佐波と宝玉戦は決まりでしょう。でしょうね、はい、富永さんってチュンリーにもダブルやるんですか。ダブルやるんですよ。やるんですか。しかもだんだんやっぱり成功率上がってきてて、もう 70% ぐらいはあるんじゃないですかね。富永さんといえばもう辛草掴んだら試合が終わったみたいなのが多いんですけど、はい、チュンリーに対してはものすごく難しいんで、はい、そこ見どころですね。完全に違うレシピなんですよね。そうですね、はい、さあ早く早手が入って画面端にもすでに追い込んでいる。さあもしも負けてないですね。投げが決まって血暴れて、血をですね、さあ画面端入れ替えたが、ここでゲージをストックできるか。もうここまでチュンリーゲージを溜めるだけでも強いですからね。そうですね、あとはリーチかかりながら溜まっていくんで、これがね強いんですよね。辛草を食らえないので、あそこら辺が全部当たってしまうという、はい、でもその辛草を食らえないと思ってる相手に辛草を決めていくのがね、富永なんですよ。さあこれ獅子圏内のゲージが溜まってますね。そうですね、ここで飛んでしまったところに、うわー殺しに来ましたね今。もうクロス選択肢が飛び交ってますね、さっきから。おこれはどうなんだ、ユックサイで、ハヤテでリーチ状態からの置き攻めは鶴に重ねる。おっとこれは透かし辛草が入って、夜でしょ、するでしょう、夜し死ぬし、強いですね強いですね、まあ、富永さんね、チュンリー戦にはかなり絶大な自信を持ってるみたいな、そういう動きでしたね、実際に足引きのバランスがものすごく良かったですね。背負って恥を背負って土佐波でも強いし、押してそう打撃で殴り殺すこともできるっていう自信のもとに、新しいキャラですね、完全に。そうですね、ダブルの精度があるからこその、はい、他が全部強いっていう。そうなんですよ、このゲームやっぱりアナログすぎて、きっちりボタンを押すのって難しいじゃないですか。なるほど、そうですね、そこにおいて自信を持ってボタンを押すっていうことの意味がすごいあるんですよ。なるほど、なるほど、だから彼は押せると自信を持ってボタンを押してる富永さんってすごい強いんですよね。さあと言ってる前に、はい、チュンリーがもう一枚、もう一枚出てきましたね。これは一平チュンリーですね。一平チュンリー、はい、さあどう試合展開は変わるのか。富永ゲージためを意識させる動きが入ってますね。そうですね、相手にそして動かしていくと、動かない状態を作らせるっていうのはすごい上手いですね。あしっかり取っていく、早いですね、剣ダッシュもケアして硬いですね。いやーと、ああいうたまにでもぶっ込んでくるのが怖いですよね。おっとここにしっかりハッキーホイトが入って追い打ちから上から勝つかねて、ここはどうなるか、膝、うわうまい、これですね、チュンリーのしゃがみの小ささ、ね、大パンチが使って対空膝という形になりましたね。1個前でね、甲春があそこで空振らったんで、それきっちりと止めましたね。これは流れが切れるのか、一平チュンリーの画面端が始まる。だってから、おここはしっかり冷静に土佐圏内から離れていきますね。下ろしが入って下がれば下がっただけ富永が押してくるっていう構図がね、逆も強いですからね、画面端、はい、ああきっちり逃げて画面端を逃げられるとだいぶチュンリーがペースを握りますね。先ほどからダッシュ止めがすごい機能しているんですが、はい、おっと投げ返した。さあゲージためを読まれてしまった、さすがに見逃さない、上手ですね。
ブロッキングをされるとね、あの技出してもゲージたまらないんで、ね、全然はい、みんながさすがですね、ゲージが阻止しながら、さあただお互い一本ゲージがたまって投げが入って、この置き攻めは際どいぞ。これはまだ届かないですね。これは EX 速いで運びますかね、はい、運んで次はさあリーチ状態から、おっとしっかりブロー取っていく。さあ今狙いましたけどね、はい、扉が我慢しましたね今、そうですね、あそこでねちょっと人としてボタンを押してしまうっていうところなんですけど、それを一定チュンリーが狙ってブローを入れてたんですけど、きっちりバックジャンプで相手の勝機潰していきましたね。相手には即死のリスクを背負わせながら、はい、自分はすごい硬い攻めをするというのが人ですね、印象的ですね。さあと言ってるうちに出てきたのが杉山ネクロですね。杉山ネクロ、杉山ネクロ実は誠戦うまいんですよ。あ、そうなんですか、はい、結構ネクロのこと結構辛いって言われてますけど、はい、一般的に誠大幅有利と言われがちなんですが、はい、それを杉山がどう対処するかと。さあ立ち合いは杉山が割と自由に飛んでいってますね。そうですね、なんかもっとゲージを貯めるから、うわこれは美味しく入って、対空が惜しい。さあ画面端はね相当きついんですよ。減る、おっと下駄なんですよねあれ。そうですね、はい、おお富永をピュラしていく。誠が対空で端に運ばれて、はい、そこから帰ってこれないっていう。そうですね、はい、すごいレアというか、こんな勝ちパターンが杉山の試合では多いんですよ。そうなんですね、はい、きっちり対抗して端に運んで、はい、そのまま殺すというパターンですね。さあしかし誠の飛びが強い、ね、はい、あれ落ちたり落ちなかったりなんですよね。さあ杉山のゲージがあるぞ、なんかセットプレーからみたいになってる。壊しでしっかり守っていきますね、はい、誠の足が強いんですよ ね、はい、姿勢が低いんで。さあしかしこれはこれは剣ないですね、スタンリーチの攻めか。あここはうまい、これは入ったんだ、おーすごいですね今の判断、はい、凄まじい判断でしたね。さっき引き中盤使ってたんで、そう勝ち中盤でしたね、しっかり変えてきました。いやー素晴らしい今の、やっぱりその前のね、はい、あの守りに小足を使っているところをしっかり取りに行ったっていうのも含めて、はいはい、読みを通していきましたね。いやーこれがサードストライクと本人申しております、はい、いや当人じゃなかったですね今後ろにいるチームメートがチームメートからいやしかしこれはめちゃくちゃでかいんじゃないですか。でかいですね、はい、これ富永を消せた、困るんじゃないですか次誰出すか。ですよね、いや、はあ、しかしもうね意気揚々と座ってるやつがいました。いましたね今、はい、我々のよく知る男があのおそらく相談もなしに座ってますねあれは。俺っしょっていう、そうですね、あの方ね、本人の勢いだけで今座ってる男がマッチ号機。これもねおそらくそのもう100回、はあ、1000回とかっていう試合回数をね、これ多分杉山が20年やってると思うんですよこのゲーム。うん、そうですよね、の中で一番対戦してる可能性があります。そんなレベルですか。志村ニュートンからなんで1000絶対超えてますよね。1000は超えてますね。おそらくもう人読みが人読みの、ね、極まった形になってしまっているであろうこの組み合わせ、はい、さあスーパーツ迷うかと思ったんですけど、そうです、ね、早々にエレキですね、体力低い視聴電磁っていうのも全然ね、はい、ありえる話なんですが、上からも強いし、まあ、ゴーキの上からが結構きついんで、それを消すために電磁、まあ、まあしかしここはもうね、はい、散々やってる組み合わせなんで、もう自分の剣を研いだ、これがベストやと、はあ、さて立ち回り、マッチゴーキはおそらく寒くゲージを貯める動きから残空でアドバンテージを取りたいんですが、はあ、やっぱりやり込んでますねこの二人。そうですね、もうなんかお互いに立ち回りから人読みが慣れしてるものがすごく感じられますね、はあ、うまい。さあ、投げ強打させる残空からワンコンボ入って、端の攻めはすかして投げから、大パンを当てて、しっかり逃げていく、これは潰れて、潰れますね、ゴークの面差サードは、しかしこれ、お互いにデッドラインですよね、気まずい体力ですね、そうですね、ネクロの方も、これは十分にありえる、しっかり残空で削っていく、さあ、勢いつけて。まあ、見た目ほどね、ゴーキに今余裕ない体力だったんで、そうですね、はあ、全然ワンタッチで死ねる体力だったんですが、
波動と残響がやっぱ機能してますね。そうですね、あと5機の地上の波動拳が5機だけ空中ヒットで倒れちゃうんですよ。ダウン取れるんで、ダウンですね、はい、それもちょっと苦しいです。おっと、さあしっかり出していく。おっと、これは投げ前の外で、ギリ投げ前の外に落ちて、このスタンチギリで危ないところを全部アシュラで回避してますね。確かに。ダウンからゲージを貯める動きですかね。竜巻がね、結構遠距離で出すとゲージ貯まるらしいんですけど、しかしまたしても圏内、赤を取って投げ、ゲージが溜まっているので、これは厳しいか。ネクラッパーが見えてましたね。おっとアピールしすぎですね。アピールが激しいちなみに彼、昨日 e スポーツかぶれで相手の人と握手して1ラウンド取ったら PA してましたからちょっといろいろ事情を抱えてる人なんで仕方ないですね。さあ、しかしこれは出てくるのは皆さん注目の RX, RX ですよね。これね、はい、なんか竜巻がしゃがみにガードしちゃうんで、はい、合気有利的なこと15年ぐらい言われてるんですけど、そう言われがちやったんですが、近年ね、そうなんです、結構審議入ってる組み合わせで、はい、これ僕はね、ユリアンやと思ってます、はい、ちなみに。で、おそらくその僕がユリアンやと思ってる理由は、はい、RX が一番やらかしてくれるタイプなんで、そうですね、はい、すごい期待してます。さあ開幕、RX が硬い立ち回りから削っていく動き、しかし画面端が近い、マッチ合気の端が空対空取って投げ返していく。これさっきの下の端が近いですね。そうですね、もうすぐ行きますね。次の端の攻防はやっぱり下がりますね。そうですね、後ろ投げを嫌っている形、今の EX セットですね、はい、あれがやばいんですよ。あれが当たると始まります。そう、始めさせない動きをしてますね、しっかり。これさっきのネクロセットは逆で、合気側よりもユリアン側がゲージを欲しい、ね、さあワンコンボ入って残空を絡めて、しかも投げ前に入らない、しっかりしてますね。徹底して投げ前と EX セットを嫌っていたんですが、ここで始まってしまうのか。さあ始まるか、一回タク、これはおっと100キリ浮いて食らう、投げ角ですね。今のは投げをかくらして、おうまい、うまい。さあこれはフルゲージですが、ゲージを使っていく。さあ、きっちり使いますね。はい、はい、きちんなんですね。ゲージを1本残しながら、さあ、2ラウンド目は今度は打って変わってマッチボーチがいきますね。はい、まあ、ユリアにね、まだゲージが少ないん で、 そうです、ね、今のうちに。とはいえ、そろそろ端が見えて気まずいが、しっかり押し返して置き攻めはかかとを重ねて空人からダイパに対空、早いですね。対空よく見てますね。そうですね、はい、お、入れ替わってアシュラしっかりしますね。アシュラが上手いですね、さっきから。そうですね、ミスってないですね。アレックスもね、今タックルからだったんでゲージを吐かないで済んでますね。さあこれは今のチョップからも見て取れるように、はい、というところですが、マッチがね、本当にその始めさせないですね。そうですね、徹底して波動と残空で削っていきながら、さあ今うまいですね、ダッシュ投げに対して投げ無敵で返して、しゃがみ中盤冷静ですね。まあこうなったから言えるんですけど、はい、おそらく春国です2回ぐらいおそらく春国出してます多分EXセットガードして移動春国をおそらく出してますチョップに化けてますね、はいはい、まあ絶対そうですいやしかしあそこでチョップ出せる時点で本当にうまいんで、はい、さすがです、まあ、よく見てるってことですからね、はい、しっかり見てました。さあこれで残りは大将ですか、いや神聖、これそうですよね、大将ですよね。チュンリー、チュンリーが富永に敗れ、杉山で大将ですね、はい、これ大将ですね。ヒヤシンスンが大将で、マッチ号機が2人目ですかね、はい、はい、時報マッチ号機に対してヒヤシンスン残して、ヒヤシンスンが大将で出てきました。ただね、これ身内びいきじゃないんですけど、まあ、マッチが身内じゃないっていうわけでもないんですけど、はい、あのめちゃめちゃ火力あるんですよ。あー僕も聞きました、はい、あの大パンループらしいですね。大パンループって言いますけど、大パンループ以外も全部うまくて、あーなるほど、ちょっとその辺期待して見ていきたいんですが、はい、これはお決まりのユンがゲージを溜めている流れに見えて、マッチゴチがしっかりプレッシャーをかけられる前を溜まっていく。さあ空対空勝って、ゲージが溜まって決断から
中段で削って、さあここはしっかりコンボ入れていく。確かに高いですね。すごいんですよ、はい、鉄段に行かない。ゴーキユンって、ゴーキがきついのはユンの火力なんですよ。さあワンブロ取って、少しもつれたが、これ体力を残して、しっかり発動していく。さあ、ね、さあこのさばきですね。取って大パンから、これはゲージが溜まりかけている。おーっとー、大パンピエ、中段で削るところに対して一番強いボタンで返していく。うまいですね。うまいですね。しっかりコンボ入って、あ、バックスでかわして、置き攻めは雷撃取れてますよね。そうですね。あー、これは浮いたが、これはさすがに返していく。まあ、さあうまい。このリーチは削りが決まって、マッチがきっちり締めましたね。勝ったのは西日暮里 VS、 いや、いい試合でした。大本命の貫禄でしたね、今のは。さすがですね、はい、本当にマッチ合気がすごい仕上がってますよね、はい、ですね、はい、なんかあんなにきっちり勝ってるっていうイメージはなかなかないぐらいは、やっぱりその、はい、なんですかね、多芸の経験が生きている部分がすごいあるというか。そうかもしれないですね。見えてるものに対しての反応がすごい速くなってましたね。だってやっぱそのユリアンの端には近づかないとか、そういうことも徹底、そうですね、必ずやりきるっていうところがやっぱり光ってましたね。絶対隙を作らないっていう感じでしたね。はい、さあ、素晴らしかった。続いての試合ですが、はいはいはい、バンピー側がドリーム、先方ハイタニ、ハイタニ、スーピー側ブヒブ、先方がケイさんのチュンリー、ケイチュンリーとハイタニマコト、お、元関西勢ですよ。そうですね、お互い。これはなかなか熱い組み合わせなんじゃないかと、はい、お互いよく知った中で、なおかつこのメガスによくいましたからね。そうですね、2人ともおそらく対戦回数も相当多いはずです、ね、そうですね、かぶってるはずですね、時期も。いました、いました、はい、はい、ベガスにいました。しかしこれ、灰谷誠って今日は出てるんですかね。出てないんじゃないですか、ね、おそらく僕たちが見てる限りでは、建造語立てで試験語立て、まあ、食らったむちですけど、はいはい、とかそんな感じやったと思うんで、そうですね、もしかしたら出てないんじゃないですかね、初戦の可能性すらある。まあ、ファイブのカップオンカップ終わってからどのぐらい練習をしてたか、まあ、とはいえ敗退なんで、はあ、仕上がってないわけがない。そうですね、はい、さあ、しかもさあ、チュンリーマ展開が早くなりやすいですからね。開幕大盤からきっちり横線で抜けていく。お互い強気です、今度は。膝を重ねて剣が当たって、おっと、これは読み合いが激しい。これは殴り合いがすごいですね。すごいですね、よ、もう読みに準じていきますね。めっちゃ速いです。1ラウンド目でこの合いが回ってますね。1ラウンド目18秒でゲージが溜まって終わってますもんね。選手があのタイムで止まるゲージは恥ずかしいになりました。ダッシュをしっかり止めて刺さっていく。さあ、ここで一息つきたいが、ダウンを選んで上の反応が早い。ここからしっかり読み切ったところから、これは理想的な動きですね。はい、下コッパで結構めんどくさいなっていうところを、チュンリーに吐かせてもいいタイミングで大きな動きをたくさんして、はい、1点目の聖地を当ててフィニッシュという、はい、当たれば死ぬし、そうですね、食らってもいいやっていう理想的な動きでしたね。さあ、ハイタニマコトを生かしてしまったところで誰を出すかは非常に難しいと思うんですが、難しいですね。ブヒブのキャラクター構成が、これはトクラが立ち上がったんではないですか。なるほど、トクラヤンですね。トクラヤンですね。トクラヤンね、はい、誠戦結構強いですよ。ほう、はい、攻めのトクラ、ね、はい、やっぱり教えてたので、はいはいはい、よく分かってるんですけど、やっぱ KO みたいなもんなんで、要は、はい、そうですね、はい、攻めてる時は KO ですからね。大体 KO なんで、はい、誠で KO 無理なんですよ。なるほど、はい、本当に厳しいです。まあ、立ち回りは基本的にきついですね、ここから、はい、さあ、来撃取られしまったが、しっかり切り返して端が入れ替わり、お互い、そうですね、いい判断でした。さあ、上方向への逃げを許してしまう形になってますが、しっかりここはオロシをガードして、
さあ、正中止まった。あっと、これ唐草が入る。これは使いますね。ゲージを使って、しっきり取っていきますね。一回始まるともうお互い一瞬ですからね。そうですね、あとはもうトクラのエンジンがどこでかかるかってとこなんですが、それを許してくれそうにない攻めが始まって、おっと、すかし辛さを許さない。ずらし方が一直がうまいですね、はい、あとの暴れの将棋ですね。さあ始まるか、ここから始まるか、投げで切り返して、ね、お互い投げで切り返しながら、これは飛びを許さず、大バンカラス決まりましたね。ですね。いや、すごかったですね。今ちょっと離れた時にどうなるかなと思ったら、そこを逃げようとするところを刈り取りましたね。垂直ジャンプ許さない動きが何個か口が入ってましたね。お互いやっぱり下がきついんで、はい、嫌になったら上に行きたくなるところを刈られていくのが逆になっていますね、今は。上を刈られる流れから、下に居ついてしまったところも、飛びますね。しっかり繋がりました。灰谷誠が2連勝していきます。さあ、ここで残っているのは、これは困りましたね。フニリュウ、フロヤン、はい、厳密神ピエロと書いてルシファーレミおそらくこれはレミはちょっと嫌いなんじゃないか、出したくないですよね、出したくないんじゃないかなと思うんですが、はい、さあ、フロが座りますか。そうですね、ヤン2連戦ということで、プロヤン、プロですね。プロヤンがドリーム戦法ハイタニに対して、はい、ムヒブがこれで、中堅ですかね。そうですね、はい、中堅プロヤン。さあ、スーパーツは天心ですね。天心ですね。プロヤンこれ声援もかなり使いこなしてありますね、はい、あるんですけど、さあ、ローに差し返していく。なぜからの手攻めは走って壊し、カラクサを飛んでいる。きっちり開放で抜けて大パン入れて、さあ、空中戦もつれます。しかし、このもつれた空中戦をハイタニが取っていく。でも冷静ですね、フロヤンも。そうですね、はい、しっかり下地対処しますね。下地の対処がうまい。ここは投げが入ってきっちり暴れていく。これは繋がって、ハイタニは言葉1ラウンド。今のってリバーサルしゃがみ中盤でしたっけ、かかったでしょ、前ダッシュに反応してましたね、今。ああ、なるほど、ちょっと普通じゃ打たない場所のしゃがみ中盤入りだったんで、そんなもの見てるんだっていう、さすがですね、ヤンの前ダッシュを見て合わせてくるっていうのはなかなか、はい、ないんで。さあ、しかしここで始まる、始めさせない、自分の暴れは通すが、うわ、終わってしまう相手の暴れは取っていく、横押しが止まんないですね。いやー、強いですね。そのボタン押しの、ね、はあ、当て感というか、そうですね、選択肢の読み切り、ね、振りとかが全部当たってますね、はい、そして相手が同じテンポで押してしまったら必ず取っていくと、はあ、そしてラストの正中につないでいくという、そうですね、もうきっちり流れができてますね、はい、非常に美しい。誠の横押し、金下からの横押しっていろんな打撃をやってるんですけど、ただの打撃じゃないんで、いろんな読みから違う技を出してるので、そうですね、違う技をやってるときは違う読みで出してるんですけど、それがちゃんと読み通りで、はい、はい、さあ、これは国流ですね、連陣波動拳でしょう、おそらくは。これはもう、はい、残っているのが龍とレミーという状態で、そうですね、連陣流が出てきました、はい、これもかなりワイルドなね試合になると思うんですが、はい、ただこの国流やっぱり連陣で量産、勝ちを量産してるんで、なるほど、はい、これはこのもう芸術的なリーチですが、しっかり投げで切り返して、橋攻めをあまり強引にはしたくないところで下がっていきますね。そうですね、ここで波動電陣が3はリーチですが、おっと、これはなんですけど、これはハイタニゲージを使わず、バックステップ読みの中足、はあ、もうそれしかないですね、ないですね、素晴らしい読みでした。フーブロからきっちりダッシュは壊しで止めてますね、止めますね、うまいですね、はい、その上で自分が前に行こうとしてくる動きをきっちり入れていく。さあ、投げが入って置き攻め、ダッシュガラクサ、ストレートにガラクサでしたね。橋は EX 耐えてから置き攻めがきっちりガードを選んで、ここで生ガラクサを重ねていく、ずぶといですね、はあ、さあ、これ読みづらいですよね、はあ、リタなんですけどね、そうなんですよ、おっ
とここもやり込んでますね、このコンボ、ね、しっかり入れてきました。多少なりともね、溜めてるこのゲージが後で生きてきますからね。そうですね。さあ、国流ゲージがマックスですが、この吐くチャンスを与えるか与えないかのところで、さあ、もう国のこの電陣はね、どっからでも飛んできますからね。しかし、ハイタニがもう一回回してますね。さあ、クイックを読んでいるが、きっちり取って、反撃を入れていく。今の中央戦決めるのはうまいですね。岩田しばし、しっかりガードしてますね。と言ってるうちに、ここ、ハイタニがもう、リーサルに近づいてきてますね。そうですね。おっと、ここは大爆速度、竜巻が入って画面端でゲージはあるぞ。おっと、ここ回していた。これで体力が5分。さあ、スタンチも回復しましたが、ここはゆっくり溜めたいのか。いや、違いますね。もう終わらせるための用意が始まってますね。裏を取ってダッシュからさ、ゆきさいでヒゲ使ってイエクショーに行っていく。さあ、ラストだ、イパンジョーのライパンね。これはすごい。これはね、いや、すごいことですよ。はい、ハイレベルすぎて実況が追いつかなかったんですけど、ハイタニの見ました。裏竜巻を取って、はい、ダッシュから草、あれできてるの初めて見ました、僕、はい、20年見てて、そうそう、初めて見ました。僕も20年サード見てきて初めて見ました。すごかったっすね。さあ、しかしそれを制していった国流副将ですが、出てきたのが一斉ですね、はい、一斉言うんですね。昨日これ当たってますね。あ、一斉が勝ってます。その結果は一斉だったんですか、はい、さあ、それを踏まえてどうなるんでしょうかね。これは国グツってますよ。かなりグツグツ来てるんで、はい、まあ、その怒るだけのね、はい、資格があったのかどうかを今証明するチャンスを与えられたわけですが、空対空勝って、ここは比較的静かな立ち上がりでしたが、お互いさあ、ユン・マメハシ、ゲージ溜まって、簡単には溜まって中段とリープで崩していく。割と痛いの入りましたね。痛いですね。体力オレンジゾーンに入りましたね。ゲージも半分溜まってますが、ここで試合が終わりかねない。ゲージが溜まっている、何か食らえばもう、そうですね、はい、さあ、その何かが今溜まってしまった。これ惜しみだ。終わった。いっちゃうんですよ、これ電磁波動拳が意外と減ってるんですよ。めちゃくちゃ減りました。しかし今のは判断ミスというよりは国の身勝ちが、しょうがないですね、もう、はい、さあ、またゲージ入ってゲージ回収も結構できてますね。置き攻めでゲージを貯めていきたいところですが、端からもう溜まってます。さあ、2回目のゲージから、本当のが痛いですよ。中足スタートから鉄山高い絶唱が入って、置き攻めは上からゲージを貯めつつ、いや、しかしこれは言ってられない状態になってきて、ここはどうなる。しっかりガード。さあ、これはなかなかいい形で終われたんじゃないでしょうか。そうですね、理想的とも言える展開で開幕は発動していきます。打開取って中段で削りながら駒投げ、これはゲージ回収が見込まれますが、さあ、ゲージも半分くらいありますね。4割から5割溜まりますからね。もうこれで発動ですよね、はい、をしっかり確認します。パーっていく、今度はしっかりリープ立ってますが、これは持ちこたえて、さあ、これは結構減ります。何かがあればこれは始まってしまいかねないゲージ状況ですが、一度と足りなかった。これは端攻めから鎖骨が入ってスタンリーチ、スタンモサー押した、決めていく。もう今ここで殺すっていうのがすごい伝わってきました ね、はあ、鎖骨で嫌がらせて動くなの中キックでスタンが決まると、走りを止めたいところでしたね。結構盛り返してきましたよね、はい、いや、でもね、もう迷いなく座ってますよ、チュンリーが。大貫チュンリー出てきましたね。もう最速でしたね、今座るの。これ、おそらく、はい、国が抜けたら大貫っていうのは、はい、決まってたかのような感じの多いですね入り方でしたよね、はい、まあ、まあ、お互い多分普段やってる組み合わせですね、これは。そうですね、一応大貫が師匠、国の弟子という形ではあるんですけど、僕が最後に見た大会というかイベントでは、はい、国勝ってます。おお、これは熱いですね、はい、昨日のリベンジを果たし終わった国が、さあ、立ち回り、おっと、これは今のところテンポ取ってますね。そうですね、
地上戦でクリーンを押してるっていうのは、そうですね、しっかり対空も入って、ね、投げが入って画面端で、これはおそらくこれは最悪だ。おお、すごい、下を取りに行ったところに入って差し返しが決まる形。すごいですよ、電源は別に機能はしてないですからね。それでも地上戦だけで、しかしこれは怒りの膝から放液戦。ここは逃げてスタンチを回復していきますが、大抜けがそれを許さない形ですね。クナジが入って、ただね、もうゲージが溜まってますからね。そうですね、全て取り返した上でゲージ1本を貯めてファイナルラウンドですが、国の方も用意はきっちりできている状態で気合の波動を打っていきますね。さあこの地上戦1ラウンド目とは違ってゲージがあるんで、飛びをしっかりくぐっていく。攻撃から端でこかして置き攻めを発揮、しっかり重ねて端から出さない、抑制中盤、あそこは食らわないですね。よく足を落としたところを入って置き攻めはリープで削っていくんですが、国の一撃がここで中足で刈られてしまう形になりましたね。さすがですね、さすがです。いや正直1ラウンド目見た時に、はい、あれと思ったんですけど、終わったかなと思いましたけどね。もう完全に地上戦から何から何かだったんで、全部巻き返しましたね。ですね、大抜きこれが強いんですよね。やっぱり強いんですよ、やりながらこう覚えていくというか、はい、すぐさま対応していく形ですね。さて、その大抜きに対して、これは大将の大将レミが厳密心と書いてルシファーですが、大抜き開幕から走ってきますね。これはね、お互いその1試合目は厳密心が強いって、なるほど、お互い言ってる組み合わせなんですよ。しかし防御力が早く溜まって、シュワシュ百列から打ち攻めはルグレで、これは画面端に来て危ないところなんですが、大野木が切り替えた形になって、おーっと割り込んでいく。今のはね、大パン読みの台足ですね。あー、なるほどなるほど、はい、勝てるのがあの台足しかないんですよ。それは大変な話ですね。一手指が入って、ハッキーが強いですね。もうこれは何が当たっても危ないという状態で、殺せる技を出していきますが、ここはどうしても入れ替えたい。さあ落ち着いて、うわい、なぜからサマーが入ってディープで裏に回ってしまう形になりましたが、まだまだリーチ状態ではあったんですが、しっかり中足をねじ込んでいきました。さすがの大抜き、さすが大抜きでしたね。チームドリームの勝利です、おめでとうございます。さて1回戦残るところはあと1試合となりました、はい、最後ですね。はい、先方の申告が終わっているみたいですね。はい、1P 側神奈川オチビユン、はい、2P 側がカプセル D 長山が DA の剣ですね、の DDA 選手の剣、はい、そうです、オチビのオチビユン対 DDA 剣ですね、はい、そうですね、ユン剣ということで 1P が神奈川、はい、2P が長山ですね。これキャラ的には、はい、これは先方読みはどっちが勝ったってあるんですかね。どうなんですかね、神奈川は多分そんなにないだと思います。キャラも結構ばらけているの で、ね、はい、まあ、お互いこう2枚持ってるカードの1枚目を切ってきたような形です ね、 そうですね。神奈川の2枚のユン、ヤックン、オチビのうち、はい、オチビが出てきて、カプセル D 長山も大関兼 DDA 兼の2枚がいる中で DDA 兼と、はい、まあ、お互い多分ユンと兼来るんじゃないかな、まあまあ で、ね、でも他も来るかもしれないし、両対応みたいな感じ、まあ、想定の中で一番こう対応力の高いキャラを出してきたと。もうどのキャラが来てもね、剣もユンもいけるキャラなんで。これ実はですね、はい、先ほどレミーがね、はい、チュンリーに負けてしまって、はい、ちょっとがっかりした方もおられるかもしれないんですが、はいはい、実はレミーが残ってます。なんとレミー2人いたんですか。チーム神奈川に竹レミー残ってます。確かに、どちらかというと、はい、あの竹さん自称ですけど、はい、あの最強レミーおっしゃってるんで。本当に言ってました、はい、言ってます。なるほど、はい、ここは僕は徳良さんがよく嘘ついてるんですけど、いや、あのすいません、騙されてる可能性があります。でも言ってるんですね。言ってるらしいです。なるほど。いや、実際めっちゃ強いんで、本当に強いですね、はい、まあ、攻めの竹、守りの
厳密心っていうイメージはありますけども、これね、さあ、はい、この最終戦に来てキャラが結構面白くて、はい、レミーと、ネクロですね、はい、レアなところでいくと始まりますね、はい、さあ先鋒も決まってスタートボタン押してますね、はい、はい、オチビ対 DDA の剣です、お願いします、お願いします、お互いね、エースはまだ残ってます、はい、しかし、おそらくめちゃくちゃ大事になる先鋒戦ですね、はい、さあ、打っていきますね、ソウル打っていきますね、2勝も確率ができている、さあ、これ繋いでいく、ここは補正が切れて一番でかいのが入っていく、8割ぐらい減りましたね、なんかとんでもない減り方をしましたね、めちゃくちゃ減りましたね、その上でゲージもしっかり回収していきますが、ここはなんとかして1点取っていきたいところですが、ここはゲージをどうする、使わないです、使わないでしょうね、使いたくない、使いたくない、使わずに、使わずにオチビが、オチビが第1ラウンド先取して PA 決めていく、さあ開幕エンジンから赤取って、赤取りましたがダイバー入ってダイダイと入ってもすでにゲージが光ってますね、今ここでなんとか沈めたいんですが、ちょっと端からは動きが多いですね、中段が入って前方転身中間から、この大キックめちゃ機能してますね、遅らせ気味の、さあここは反応が早い、上出ますね、しっかり出ますね、手の立ち台系がね足払いに結構強いんで、そうですね、はい、それで足割れ対策使ってる、あのワンブロー仕込みつつの中足みたいなのが来そうなタイミングで、はい、遅めの大キックで上からかぶせていくような動き、そうですね、はい、さあ迷いなく座っているのは外観剣ですね、これもまっすぐ来ましたね、はい、はい、おそらく作戦としてはもうできていたんでしょうね、いやこれは外観じゃないですかね、違いますね、すいません、ダットリーが2人います、リーさんですか、やっけんですね、ダットリーフェイントからの剣2枚目、2枚目切りましたね、切りましたね、切りましたね、先ほどの見て賞賛があると、さあ仕込み下風呂中足から、さあこの外観剣はね、地元 で、ね、はい、代表者戦さっき上がってきたときはヨモダが出てるんですけど、地元では一番強いっぽいです、なるほどなるほど、なんかね見てるとその雷撃と鉄山っていう2つのそのユンの遠距離飛び道具に対して、はい、すごいしっかり対処してるなっていうのは思いますね、なるほど、おそらくユン戦に自信あり、はい、そういうプレイヤーなんじゃないかと思ったら、中足中盤陣内から、さあラスト攻撃では中足ハード、結構自信満々にボタンを押してますね、きっちり勝ちにてますね、一文字を潰されてますが上から入って、あきっちり端から出さない動きをしていきたいところやが、うまいですね、中盤陣内が入ってここはどうにかしてゲインへ発動したい、外から打開決断、前方転身でさあゲージ回収、さあこれで4割です、次ですね、ここが一番大事ですが、おそらく投げでしょうね、鉄山かもしれないですね、しゃがぐらつぶしの鉄山か、投げがでしょうね、コマンド残ってて出ちゃいましたね、さあしかししっかり反撃決めていったのは、さあ不思議な踊りをしてました、今大関係先方を破り次方戦に持ち込みました、ヨモダさん嫌われてますか、ね、入ったちが一人だけしてもらえない仲間外れが生じてる感じが、レスラーみたいなアピールをしてきますけどあなた方ここに残ってるのその干されてるやつのせいですからね、おかげで上がってきてますからそうですよさあ2枚目切ってきたのはアケレミ来ましたね、いきなり、はい、なんかねレミ使いって剣に有利やと思ってません思ってるんですか、本当ですか、なんか多くないですか、絶対有利じゃないですよ、絶対剣なんですけど僕らの中では、はい、なんかねレミ使いみんな口揃えて剣いけるって言うんですよなんてかで実際行くんですよあいつら、確かに他のキャラよりはいけるかもしれないですけど、いやいやいけないと思いますよでもなぜか行くんですよで実際言ってるとほら、はい、なんかね立ち回りからもなんか
足払い戦レミ有利ぐらいのなんかね動きをしてくる。さあしかしこれはここはさすが2体か。おっと一番でかいのを狙っていく。これでもね、はい、主導権が常にレミにある形を取り続けてますよね。いやしかしこれはきっちり飛びから痛いのが入ってここだけはしのぎたいか。ダッシュ投げきっちりやっていく。さあこれはサマが入って、おっと投げをしっかり我慢して消去あれから早いですね。早いです。あれ3クレ発生なんですよ、はい、このめっちゃ我慢している場所と本気で暴れていく場所のメリハリがやっぱりすごいですね。あれを本気でビタで出されると3クレで飛んでくるんで。そうですね、はあ、今回もどちらかというとレミが押しの形でしたが、この画面端の取り合いを嫌って帰っていくのは剣の方ですね。そうですね、はい、下がらされている動きになってますが画面端到達しました。ここから上層に重ねる形からこれはもうほぼほぼリーチがかかってしまっている状態ですが、剣の火力がここからどうなるか。何が入って勝負、これは勝負してましたね。めちゃくちゃうまいです。何が入ってこれはサバーいきました。タケレミ、やっぱり最強レミ、なぜか剣いくんですよ、はい、なんか勝つんですよね。なんなんですかね、このタケレミとルシファーだけに限っては、はい、やたら剣に勝つんですよ。いけると思ってるからやっぱり自信満々に技を振ってきて、はい、いやでもねこれね、はい、あの大観さんもしっかり対策できてて、はい、あの橋の剣の前投げの後のレミの暴れポイント、はいはいはい、しっかり昇竜で勝ったりとか、はい、ちゃんとそのレミ狩りはしてたんですけども上回っていきましたね。そうですね、はい、これちょっと立ち回りのダメージ差が埋められなかったかですね。そうですね、なぜか立ち回りのダメージ差でレミが勝ってるっていうまあこんなとこでしたが、これは迷ってるかな。 D ですね、 D ですかね、はい、座ってるのは D だったと思います。タケは時報ですよね。そうですね、チビが破れて出てきたタケレミに対して中堅の D ダットリー、あ、中堅か、中堅ですね、中堅 D ダットリー3人目ですね。さあこれもね素人目にというか普通に考えたらね火力差やばいなっていう感じはするんですけど、そうですね、ちょっとダットリーは勘弁してくれっていう話をよく聞きましたけど ね、 しかし、はい、ちょっと今アドバンテージを取ってるのがレミに見えてくるこのそうですね、不思議な空間ですが見えてくるというか、いやただ埋めがたい2回技当たったらひっくり返りませんか。2回でこれですからねしかし投げ5回で埋めていく。このソニックに対して、はい、意識を散らしてダッシュ投げを先から通していたんですが、今度はきっちり見てから台パン台形を置かれて、この橋をどうにかしたいですね、やっぱりね。そうですね、あの距離で自信満々に待たれるとちょっとジングルも大きついですね。これはノーゲージできましたね、しゃがみ台パンですね。削りが見えてたんですがしっかり対空できました。さあきっちりガードジャンプで、そうですね、はい、話を警戒しながら投げる剣に対してリスクを背負わせる動きでしたが、カニパンしっかりガード、これは当たってる、めちゃくちゃ減りましたね。バラを重ねて攻撃力アップが続いてましたが、ショーパンで切れて下風呂から出し壊し壊すまで切り返す、ニュートラナジが入ってソニック重ねて受けも取らないですね、対策しますね、対策ですね、はい、さあこれは飛びが刺さってコーク入って置き攻めはダート、またしても圏内ですが、ここの青物取っている、一致取って SA 反撃、スエーからソニック重ねてナジが入って、ここはおっさあ削り切りましたね、今削っていく、多分プランができてましたね今。そうですね、はい、飛び蹴りみたいなやつって、はい、空中判定必殺技なんで、はい、ブロッキングがちょっと難しいです、ね、そうなんですよね、5分しか取れないですよね、まあ、おそらくそれを見越して削りに使ってきたと。さあ N ナジから移動サマーは入らないがしっかり飛び落としていく、おっと入れていく、苦しいですね、これめっちゃ難しいんですけどね、ナットリ大きいキャラなのにあれ移動しないんですよね。おっと出てきた、入ったでかいのが最大ですね、これは最大入れながら端から出るという最高の形から、お互いリーチがかかったな、でかい技がでかいの3回で決めていきました、ね、はい、さあ叩き込んで勝っていったのは D ダットリーですが、
ここで残っているのが、力丸やっくん、けいくん、なるほど、やん、早いですね、迷いがなく、やん、けいくん、けいくん、やんに対しては、反撃前からロケッパなんですかね、それとも手数というか、使用回数でコークなんですかね。まあ、コークで多分十分なダメージになってると思いますけども、警戒力らしいってことで、なるほど、ただちょっと遠くても入るロケットが好きっていう人もいますね、はあ、結局壊し単発確認やったりとか討論への反撃がロケッパの前がねやっぱひどいんで、まあ、でもコークですね、コークですね、ここは、はい、一般的にヤンにはダットリを当てることが多い中で、ダットリにヤンを後出しで被してきましたが、3割減らされて起き上がりダッシュ、これはかなりもうイケイケになってますね、そうですね、切り返して橋を背負う形になりましたが、きっちり入れ替えて、これが強い、かさたりでも十分減ってますね、しゃがみくらいの後に置き攻めは一旦逃す形になりましたが、すでに削りモードになってますね、そうですね、削りモードのダットリに対してでかいのを当てなきゃいけないヤンですが、この圏内からやはり先ほどのブロトラリがあったんですが、後ろ投げコークは取れている、おっと、そんな止め方があったのか、しっかりしてますね、削りを呼んで小足で止めていく、はあ、着地に谷重ねていきますね、相当殺しに行ってます、高め橋回ってるっ、ね、裏回りから前方です、持ち入れ替えてスタンリーチ、スタンリーチの攻防ですが、投げが入ってスタンして、ここは取り返していきます、さあおそらく非常な異常に重要な一戦になるであろうこのヤンダトリ、はい、投げが入ってカニパン止めて EX ストローが入って画面端からは EX ストロー刻んで白虎から上を警戒させて投げが入ります、十分ダメージを取ったという判断ですかね、そうですね、はい、あとは結構ブロッキングなんとか削りたいところですが、あっとこれは飛べない連携ですね、ザックアッパー決め打ちからのこれは中足が刺さってケイ君ですね、はい、ケイ君のヤンが見事に取り返しました、残るはタムネクロと、そうですね、ヨモダがヨモダがタムネクロ、はい、もう迷いなく座りますねこのチームは、そうですね、はい、もうなんかその決まってますね、キャラがどうこうっていうのがおそらく決まってるのもあるでしょうし、おそらくもう次俺が行くわと、そうですね、まああるやと思います、もうずっと長いこと同じメンバーでやってると思うんで、はい、もう今からなんかそのこの後に及んで壇上で相談をしていないですね、はい、さあ、ケイ君のヤン、これ個人的にはネクロで勝つの結構ね、はい、難しい感じはするんですが、言われてはいるんですが、サードストライクってね、本当に謎なところが多いんですよね、一個何か見つかると、もうそれまでのキャラさんって全部ひっくり返っちゃうんですよね、個人的にはお互いと嫌な組み合わせですね、はい、まあ、ヤンが優勢に進めてますが、はい、何が入って、これ危なっかしいゾーンに入ったんじゃないか、きっちり抜けていく、この橋を背負った状態でダウンしないことが大事です、そうですね、はい、ハイジャンプライブと認めません、ヤンの置き攻めは結構しやすい部類に入るんですけど、す、ね、ただ行った時に逆二角でネクロに寝かされると次の読み合いでよしな可能性があるんですよ、はい、おっとでかいのが入りました、これはもうお互いがデッドゾーンですが、時間入って、あっと、これはどうなる、反撃しました、冷静ですね、はい、ちょっと歩いて距離を調整しましたね、そうですね、やり込んでます、やはりこのなかなか上に逃がさないっていうところが、はい、今回のクーペ結構よく見られる、そうですね、自分が先に飛んどいて空対空したりとか、はい、そうですね、この駆け引きで上をすごくケアしていると、簡単に入れ替えさせないと、これですね、うまいですね、はい、うまいです、スネークが入ってこうやって暴れたらきっちり運び直していく、やっぱりジャンプで逃げるところが多いですね、
お互い結構煮詰まってきますが、緊張してるとね、上がどうしても勝負戦になりそうな感じがしますが、ところからこれは来ますね、今のはきっちり繋がっていますね、はい、はい、めくりダイゲットからジャンプ系ターゲットで取り返していきました。さあファイナルラウンド、投げ抜けからお互い小技と長い技で触り合う展開で、先に攻めていったのはヤン、前方が入って DX 灯籠から亀橋でまだ狙っていく、確認スネークが入って見逃さない、ここで決めたいところですが、うわーきっちり地上、これはしっかり何も押さない、ボタンを押さずに下がっていきましたね、すごいですお互い我慢してますね、はい、中盤入って3本目が保ってます、3本目を EX で入ってきた、削りでも OK でしたね今のは、これでこれが副将戦になりますか、これ五分になったんじゃないですかね、五分ですよね、はい、神奈川が力丸対力丸ヤック、はい、でも2大巨頭残ってますね、力丸ヤック君 VS タムヨモダ、なるほど、はい、さあ力丸ですか、チュンリーに合わさっているところを見るとそうですね、力丸が座ってますね、なるほど、ヤック君はネクロでも全一なんじゃないかって言われてるぐらいネクロ強いんですよやってましたやってました、はあ、なんですけどでネクロユウってだいぶきついって言われてるんですよね、ネクロ側が、そうですね、なんでヤック君かなと思ったんですけど、リキマルですね、おそらくこれはヤック君は大将っていう絶大な信頼がそうです、ね、はい、あると見ていいですね、かぶせどうこうではないですね、はあ、なるほど、まずはゲージための動かし合いから始まってますが、先に試合を作っていくのはチュンリーですかね、ネクロの PA って攻撃力アップなんですけど、そうですね、結構短いんですよね時間が、なるほどなるほど、はい、なんで今のゲージのため合いでちょっとさりげなくやってたのはすごい上手いですね、あーこれ入る間には確定ですね、きっちりやってますね、表裏のドリルに対してしっかりワンドロ膝中足をしっかり埋めていく、膝が結構後ろの方まで反転があるんで、なるほど、表に出ても潰せると、そうですね、ここは割とチュンリーが強いボタンを押してゲージを貯めていったところですが、前の調整が上手いですね、やっぱりそうですね、チュンリー、あのネクロやっぱり手足が伸びるんで、はい、その先端の距離だと結構ネクロが有利とされるんですよ、 なんですけど、しかしそんな風には感じさせない試合展開がね、はい、できてますね、その内側ないしはもっと外側で戦えてるんじゃないかなと、はい、言ってるうちにこれお互い結構視線が見えている状態に来ました ね、 そうですね、はい、もう一瞬にどちらが当たるかという状態ですが、そのプレッシャーを生かして投げていこうとしているのはリーチマル、おっとしっかり取って血は勝利と決まって、さあ残るか、残りをどうするか、100列で削っていく、はい、これによって副将力丸に大将よもだダットリーを引きずり出された形ですね、はい、唯一ハイタッチをしてもらえなかったよもだですがこれね、このよもだダットリーなんですけど、これプレーオフですよね、そうですね、よもだダットリー、今座ってるよもだダットリーがこのカプテル D 永山を予選落ちの状態からプレーオフ一人で何連勝ですかね、あの地獄のプレーオフをくぐり抜けたのはこの人です、さあファンからもよもださんと、はい、声が上がってます、ちなみにですねこのよもだダットリー最近ではもうかなり一流のダットリーとして認められてますけども、はい、一番最初によもだを見出したのは多分このリキバルです、おーなるほど、リキバルが最初によもだっていうやつはすげえんだと言ってました、じゃこれはかなり因縁の戦いですね、はい、そうですね、さあそんな戦いですが、今日のリに乗ってるヨモダ、はい、そしておそらくそんなに試合数はしてないであろうリキマル、はい、最近はねこのダットルチュンリーも昔ほどひどい組み合わせとは言われてなくて、はい、なるほど、このダットルの、ね、ゲージためかなり機能するんですよね、まあ単純に止まりますからね、はい、めっちゃチュンリーがこれを止めようとするとかなりハイリスクになってしまう、はい、なるほどなるほど、何かを食らうリスクを背負って止めに行かなきゃいけない、食らったら始まりますもんね、はい、
見えない中下段からスーパーアーツがつながってもう一度中下段というそうですね、攻撃力アップのバラがついてきます、はい、パターンなんですが、しかしこちらも見えないぞと。さあきっちりリープを取って、さあここは EX バード狙いだったんですかね、おそらく。あとは削りモードに入ってますが、きっちり膝を出す、冷静でしたね今、はい、カニのカニパンっていう、はい、ダットルの技が強すぎるんですけど、はい、それをやっぱりチュンリーは食らうと始まっちゃうんで、なるほどなるほど、すごい怖いんですけど、その中で待つっていうのがすごい強い行動になってました、ね、あ、なるほど。今のところ食らいそうな感じはないですよね、はい、さあこれ完全にゲージマックスになってますが、さあもうそうなってくると火薬庫の中に手突っ込んでますからね、そうですね、投げ前の広さが生きてくるのか。これは入ったか、はい、入ってしまいましたね。中段からバラを重ねてもう一度中段に来た、しっかりグラップしてる、さあこれはきっちりしている、削り来ましたね、おそらく削りですよね、そうですね、もう食らってますね、はい、まあまあしかし多分削ってますよ、はいはい、PA で上がってるんで、これは非常にゲージを残したままの3ラウンド目ですか。さあここでカニが入ってフォークでクイックを取れなくしてからですね、きっちり立って次は膝を出していく、おっと打っていく、カニを投げ返してハッキーが当たって、これは意地と意地ですね。さあここに来てもお互い出せるものは全部出している、さあダックを踏みつけて移動投げ踏み込んでいく、さあ出てしまった、まあさすがに中足保育の漏れでしょう、そうですね、はい、しかしお見事で力が入ってしまいましたね、しのいでしのいで、はい、大将戦、いや、よもだ、すごいですね、出てきましたね、はい、ヤックンを引きずり出すことに成功しました、まさかまさかの、はい、おそらく、はい、今この会場で最も乗っている男よもだ、はい、VS 現役勢が認める最強ヤックン、立ち上がりはおっと、すでに若干人読みというか、はい、我々の解説を超えている駆け引きがかなり繰り広げられています、お互いの対戦回数はかなりのものですからね、でしょうね、はい、EX 切断でダメージを取っていったりとか、はい、なかなか見ないことが、おっと手間打ちに中盤合わせダウンを優先、ここのターンでゲージを止めてしまいたいが、大剣が刺さってニュートラルで待っている、きっちりしゃがみ中盤2勝ですね、次1枚タイム入れて下をくぐっていく、そしてすぐに2回目発動、おっ冷静にブロックましたね、あの小足からもやっぱ高野決めてきますもんね、しっかり、はい、これ内容はね、全然めちゃくちゃいい勝負なんで、はい、いやすごい、うまい、きっちりつないでる、角で入れて中台からユーリフレーム取って発動して前方2勝決断中盤2勝、おっとあきっちり最大反撃、あれめくりがあるから相当取りにくいんですけど、そうですね、きっちり取りましたね、はい、最大反撃、反撃も難しいですね、あれは、そうですね、からこれは追っていく、これはうまい、さすがの根性中でしたね、さすがです、リキマルが駆け回っておりますがあいつ酔っ払ってるんですかねあいつ飲んでるんで、僕は飲んでないと思うんですけど、昨日の酒が残ってる可能性は、あいつ試合前に飲むタイプじゃないんで、はい、いや、まあ、ということで、はい、壇上4試合が終わりまして勝ち上がりましたのは、はい、じゃあメスターさん、はい、紹介をお願いします、勝ち上がって4チームですね、明大前ポンヨ、はい、
関西チームですね。はい、メイダイマーフレンズ。はい、はい、メイダイマーフレンズ。フレンズですね、はい、すいません、はい、関西チームは西日暮里 VS、はいはい、関西勢対優勝候補本命の一つ西日暮里 VS、 そして右側がドリーム、はい、まあ、これも大本命、まあ、本命が何個かあるんで今回というかぶっちゃけですよ、ぶっちゃけ、はい、あのクーペレーションカップってかなり本命が崩れることが多い大会なんですよ、はい、こんなに本命が残ること本当ないんですよ、本当に、はい、今年本当に強いチームがちゃんと残ってて、すごいですね、すごいんですよ今年、はい、残ってるチームはみんなちゃんと自信を持ってほしいですね、ほんまですね、はい、今年残ってるのはすごいです本当に、はい、まあ別にみんなちゃんと自信持ってますけど、多分でもすごいっていうことを本当に分かってほしいですね、本当に、ね、残ってるチーム、はい、さあそして最後のところを勝ち上がってきたのが神奈川、はい、まあ、ここも大本命なんです、大本命3つあって3つ残ってるんですよ、残ってます、はい、そしてそこに関西チームがついに割り込んでですね、はい、この、まあ、左側は関西最強というか、まあ、関西チーム対 VS、 そうですね、右側はドリーム対神奈川ということで、はい、一応関東っていうくくりだと神奈川も関東ですけど、まあ、そうですね、はい、まあ、関東っていうよりは東京と、まあ、は違うんですかね、東京と関東っていう感じだと思うんですよ、今の分布って、そういう意味で考えると関西対東京、東京対、神奈川っていう構図で見ていいと思います、まあ、ドリームはちょっとまた地域とかじゃないんで、そうですね、はい、まあ、いろいろ超えちゃってるところはあるんで、はい、結構ライン超えてるチームですねこれはまあこれね本当分かんないです、分かんないですね、はい、一応かけろと言われたらどうしますか、いやどうですかね、個人的に何かこの応援してるというか、いや応援という感じではないんですけども、ここが勝ったら面白いなみたいな、もし、はい、命をかけろと言われたら、そっちに行きますか、はい、僕はバーサスにかけます、奇遇ですね、僕もバーサスです、なるほど面白くない感じになっちゃいましたね、そうですね、いや、やっぱり僕のその、はい、チームのコンセプトとして、はい、富永が、はい、一番、はい、あのプレイヤーとして完成されてるという共通認識を全員が持っている、はい、その上で富永をどう生かしてぶつけていくかっていうこのまとまり力、うそうですね、ここのてかさっきの試合のまとまり方もすごいですね、本当に、はいはい、このまあちょっとカードゲーム的なところじゃないですけど、はい、すごいよく組めてるチームじゃないかなと思って、まあ、もう残ってるプレイヤーにそんなに差はないじゃないですか、そうです、そうないんですよ、はい、実際もう全くどうなってもおかしくないんで、どこで見るかっていうことを考えると、うん、僕はチーム戦なんでチーム力だと思うんですよ ね、 すね、はい、ということで、はい、ちょっとマイクの準備が整いましたので、はい、実況のラオウさんお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、では ありがとうございます、はい、では第17回クーペレーションカップ準決勝第1試合お願いします、ワンピー側、西日暮里 VS、先方は富永真琴、ツンピー側明大前ポンヨ、先方大根エレナ、さあワンピー側は、東京地方を代表するチーム、2P 側は関西は元ベガス、ベガスの集い関西代表です、さあ大事な先鋒戦、富永はスーパーツ暴れとさなみ砕き、 2P 側大根エレナブレイブダンス見ていきましょう、牽制でお互いゲージを止めていく、上から行く止めた、おっとスクラッチオイルダメ吐き、フォアシファイトから押し返していく、落ちるタイプ入ってダッシュからロックキック、足軽から飛んでいく、ダッシュから草タイパン、早手おいしい大剣、最後はカラジャンプしゃがみジャッキック、富永の代名詞飛び込んで1ラウンド取ったのは先方富永、空中戦、空中戦落としてこの位置からこれは回避、引くだけ腰大剣攻めていく、大根エレナ
富永が襟をたける追いかける大根エレナ画面端を背負って前に出る。そしてこの位置は大パックから暴れて手紙くらき引き上げ引き上げ先鋒戦を制したのは富永誠。準決勝第1試合に新ポリ VS 先鋒戦を制したのは富永誠。さあ明大前ポンよ時報で出てくるのはこちらは真剣ではない、後世ですね。後世選手の剣さあ先方富永対時報後世見ていきましょう。大足垂直ジャンプからブロッキングしている背負い投げ小足から下目の中央昇竜拳昇竜拳ダブルで決めていく腰入って切り返してバックスタ中盤で小足を切りリープを潰してバックジャンプ早手ジャンプ大キック少しから来たから大パン早手大パン先鋒富永が地方構成から1ラウンド接触画面端に下がって富永そして追い詰める後手ダッシュから来たこの位置はダイトさん引き上げ中盤後手ダッシュ投げ垂直軸落としている無数にしゃがみ中盤からの疾風陣内掛けから表表からコアココパコア疾風で画面端 PA から大パン昇竜拳大パン昴生選手取り返す時報昴生1ラウンド取り返してファイナルラウンドジャンプでキック EX それから中パン大パン決めて大トサミクラキ剣から吹き上げ大パン大大派手勝利剣疾風陣内掛けここから表勝利剣から中大ニープアタック先鋒富永2人引き準決勝第1試合西日暮里 VS 先鋒富永2人抜きで一歩リード。そして対する明大前ポンヨ出てきたのはリダットリエローリ選手のダットリー先ほどから活躍を見せております。先鋒富永スーパーツは暴れたサービスだけそして中堅ロリはロケットアッパーさあ先鋒富永中堅ロリジャンプ中キック投げを決めるな富永ジャンプでも大キックから対空していく弱心強前を測ってリードしてるの富永ブロッキングから足を壊して出し投げブロッキングから攻めていく投げ返し出し投げトミコは削りのトミコは先鋒富永一覧選手ジャンプダッキックスタートから落として待ち受け投げていくのは富永飛んでいるカニダッキングスープからロケットアップ中堅ロリが起きてみてカニカニコンボは入る一気に取り返したロリダットリュー中堅ロリ1ラウンド取り返すファイナルラウンド EX さあ手突っ込んでいくのは富永早手バックジャンプ大パンチさあに置いていく富永追いかける画面端ボディを入れて
大キックジャンプ中盤投げ抜けてる、お互い体力はほぼ5分、ブロッキングだ、暴れとたら引き抜き、あやてはやて先方富永3人抜き、西日暮里 VS 先方富永が3人抜き、スーピーが明大ワイポイを副賞で出てきたのはシエケン、先方富永対副賞シエ、先方富永調子がいい、対するはシエケン、副賞シエケン大事な一戦です、見ていきましょう、第1ラウンド、ジャンプ中期から投げを抜けるシエケン、シエケン中足勝利、勝利ダブル勝利決めていく、コアコバから画面端中盤しゃがみ中盤投げていく、スルキから昇竜拳で返していく、位置を入れ替えて背負う富永追うシエケン、位置を入れ替えて前出しへ抜けている、昇竜拳かかとガードシール、中盤足取りリープ、中盤早手で突っ込んでいった富永、先方富永副賞支援から1ラウンド選手、ハドケン取っている、画面端に下がる富永、支援もゲージを貯めている、画面端で待つ富永、お互いゲージを貯めて、ジャンプ大キック落としていく、ジャンプ大キック押し大パッド、さなみくだけ突き上げ、5番からカラクサ、裏からカラクサ、大パン暴れとさみくだけ、大パン早手、先方富永4人抜き、先方富永西日暮里 VS が大幅リード、明大前ポンよ大将出てくるのはチャンスマコト、ワンピーが西日暮里 VS ピンクのマコトが富永マコト、先方対するは大将チャンス、マコト同キャラ、しかしスーパーアーツは富永が暴れとソニックだけ、そしてチャンスは成長点5段付き、チューパー置いていく、対空チューパー早手当てていったのは富永、ダッシュ投げ抜けている、確かにダッシュ投げ富永が返していくチャンス、ダッシュ食って早手こうして返す、裏からカラクサ飛んでいる、チューパー早手裏からカラクサ、ダイパー早手こうして返して、チューパー置いてる、取っている、イエクサイト追いかける、ジャンプ中キック取ってる、裏からカラクサ飛んでいる、中盤早手から正中成功だっけ、大将チャンス、以上にして1ラウンド取ったのはチャンスマコト、第2ラウンドはカラクサ、チャンスマコトが決めていく、早手で返してグラップしている、ブロッキング、お互い飛びをくぐっている、小足下ろし、下段下段下段剣から中盤果てカラクタに富永の暴れとサミクラキ、ファイナルラウンドは先方の富永対大将チャンス、早てチャンスが早く決める、止まっているチャンス、富永追い詰める、ジャンプダイキングとブロッキングして一応入れて、チャンス飛んでいる富永、
上から決まっ曲げるチャンスチャンスのキャラクターパイプ入って正中線が抜け明大ワイポンよ大将チャンス先方富永破りましたここで明大ワイポンよ大将チャンス残る4人時報で出てくるのはマッチゴキさあマッチゴキ先ほどの活躍は記憶に新しいワンピ側西日暮里 VS 時報マッチツーピー側目の前ポイントこちら大将チャンスマクドー準決勝第1試合決勝に駒を進めたいのはお互い様マッチ合気滅殺ごはんどうでしょうそしてチャンスマグド正中線5段突きを選択時報マッチ対大将チャンス見ていきましょうご波動拳ゲージを止めていくマッチチャンスが初手を取っていく出し上げ90段のキックして投げ中パンから移動投げ大パン一気に体力半分を奪ったマッチ帰国好き出し投げを決めるチャンス走らせく中盤おっ空タンクブロックメッサージゴーハンドブロッキングから竜巻空中竜巻地上竜巻出し上げ後ろ投げて150近距離中キックまでつないで日本マッチ号機だ1ラウンド選手大勝チャンスダッシュから後ろから唐草大パン入力されて画面端垂直から5番からさ飛んでいるシャム中パン置いてあるマッチ号機警戒してますかかと大パンくぐっている空陣から膝150くぐってるしゃがみ中回しブロッキングから大パン竜巻残空脚移動だけ飛んでいるお互いゲージが振るバックステップしゃがみ中パン入って正中線うなずきお見事チャンスマークだ大将チャンス以上見せますそしてファイナルラウンド時報マッチ対大将チャンス投げていくのはマッチ九人かかと入れる前田一本で落としてジャンプ中キックダッシュ打ってしゃがみ中盤にミスサツゴワード移動投げ移動投げ腰から移動投げ抜けている腰腰ミスサツゴワード地方マッチ勝利勝ったのは西日暮里 VS おめでとうございますそれでは解説の、ベスターさん井上さんお願いしますこっち来ましたねはい、はい、ということで素晴らしい試合でした富永さんで終わっちゃうかと思ったんですけどすごかったですねあの勢い、ね、勢いというかなんでしょうねいやなんか最後までお互い殺しに行く選択肢がすごかったですね最後 EX 吹き上げに絡まるでしょそういやでもよくあの富永止めましたよね、はい、そうですねプレーで黒帯ってずいぶん最初の方からあってでチャンスマコト入って途中からなのかなもうずいぶん経ちますけどそうですもんね、ね、もう富永美村はいつも固定でチャンスももう固定になってますけどそれで富永に勝ってますからねああ凄まじいですねちょっとチーム内の地位がっていう話になると思うんですけどまあ、まあ、それにしても、はい、とりあえず勝ち上がったのはこちらですね、はい、お願いします西日暮里 VS、はいはい、富永とマッチ2人で勝ち抜いちゃいましたねすごい強さですねはい、はい、決勝にまず先に駒を進めたのはバーサスということで、はい、次もう1チームの座をかけて戦うのがドリーム対神奈川、はい、まさにその
3つの本命と言われている3つが今生き残っている状態 で、はい、そうですね、今から1つが落ちます、はい、必ずどちらかが負けてどちらかが上がります、勝ちます。ワンピー側はドリーム、先方は一世、ツーピー側は神奈川チーム、K 君のヤンが先方ですね。じゃあ太平さんから、一言あるみたいなんで、マイクの太平さんにお願いします。はい、さあ長かったクーペレーションカップも残り2試合となりました。先ほど勝利を収めた西日暮里 VS と同じ座に立つのはドリームか神奈川か、参りましょう。第17回クーペレーションカップ準決勝第2試合始めます。盛り上がっていきましょう。さあ先方はワンピー側ドリーム一世ユン VS ツーピー側神奈川ケイ君ヤン、さあユンヤンの対決となりました。ファーストアタックを取ったのはケイ君ヤン、前方転身を2回通す、3回目 EX トロー、体力が半分を切っていく、まずはヤン側の構成でスタートしていく。しかしそのままでは終わらない、一斉ユン、スタンチはかなり危険な状況だが着地に大パンを合わせていった。先手はケイ君ヤン。第2ラウンド開幕、現役人でのスタート、絶勝で固めつつ、ここはグラップ、お互い攻防が激しい、大きなダメージはまだないが、裏から EC 絶勝、来撃手来撃手投げていく、チュアシャスト、ここは固めをしつつ中段を混ぜて前方転身、これが非常に厳しい攻め、来撃手来撃手上から飛んできてる、この使い分けが絶妙。ここはわずかに前遠かったか、投げてこれで取り返していく。さあファイナルラウンド、さあここは一泊置いてのゲージスタート、いや来とろ、さあ4発ヒット、5番に行くとろ、地上でしっかり連続して刺している、大パン中足上り大パン、いやここはヤン側の攻撃力が上手か、スタンをさせてきっちりと、大事な先方対決、まずはケイ君ヤンが制してきました。さあドリーム残り4人誰が出るか、早くも登場、ここで出てくる大貫チュンリー、お互いのチームにギドラが1本ずついるというこの対決、先に出てきたのはドリーム側でした。大貫チュンリー VS ケイ君ヤン、ジホー VS 先方の対決です。さあそんなことを言ってる間にこの破壊力、いきなり出てきて全体を、まずは大貫チュンリー、さあかなり条件的にもチュンリーのゲージが非常に怖い状況だが、結構泳ぎ点、ここは投げディープ、ここは怖っ、持っているがガード、さあ投げてヤン側画面端に押し込めるか、裏から膝発見、浮いている、オフが漏らさない、そして出られない、立ち中キックの一番最後を当てて流れは持っていかせないと、これで時報対決となりました。さあ大貫チュンリー勝利してるが、神奈川誰を出す、来たのは落ち身の湯、さあ昨日の覇者の登場です。
長らくクーペとは離れていたこのユンですが、今回復活すれば昨日は優勝、今日もここまでベスト4と、その活躍は止まらないが、この対決はどうなるか。いざ小足発見、下がってキック、さあチュンリー側がアクティブに動き続けているが、下げる、ここは大満ループ、補正を切ったか。さあ体力をかなり近づけていった、グラップ思ってるのは逆になる、投げて発見、ガードしてる、ここはテンポを変えて削りにいった。先手は大貫俊里、開幕芸人の第2ラウンドはプロってる、裏もコンパン、この芸人中の攻防が非常にスピーディーかつ激しい、小足中盤投げる、画面端の貼り付けモード、中足泳ぐ線、ここからどうなる、百列膝、雷撃対処が完璧すぎる、大貫俊里2連勝。神奈川出るのはこの男か。さあチームリーダーと言っていいでしょう、ヤックンユン。勢いを止めに来た神奈川の中堅、中堅に対して2連勝の大貫側がどう出るか、お互い時間をかけて、さあ何を考えているか。さあ次鋒大貫俊里 VS 中堅ヤックンユン、開幕から非常にレアなムーブが見れましたが、さあ投げて中足機構大パン、これはブロられても水準だけで追っかけていくというのはなんという対応力か。しかしここはゲーム祭り、さあ鉄山祭りから高いでしょう、逃げていく、下がるユン、5番大番、どうするお互い意地があるか、小足でしょう、勝負も勝負、大勝負、前に出て取ったのはヤックンユン、第2ラウンド。さあこのゲームはあまり時間はなさそうか、5番中足投げる、さあチュンリーのこの2マックスという状況が非常に怖くあるが、高い前線に対してかける膝まで大パン、通常技だけで体力がみるみる減っていく、中足は相打ち、ここで原神発見、鉄山が差し込まれて、ここでその選択肢、一気に前に出るというか、殺せる選択肢を追ってきた千葉翔也。さあファイナルラウンドはグラップ、さあ距離を離して原発動、再びこのチューキック、リンパ当たってる、原種ルドが投げる、膝逃がさないが2勝、ここはうまい、早めの暴れ、投げて大番、飛ばせない、大番で落として、しかしここでゲージ、さあどうする、緊張にしろ、リブ立ってる、ゲーをさばき切っての中足、大貫俊里3連勝、副賞出てくるわ、ここで大将に力丸を残し、副賞の武レミ、
さあ SA は BLG に安息をトリプル様ですね。勢い止まるか、時報副将戦、大貫チュンリー VS 武井美、膝小橋中足チュンリーがわざを送る。さあうまい差し返しのような大丈夫だったか、副体育落として切り返しが早い、画面端に藤間をすぐにひっくり返していく、投げて、ここはしっかり逃げて画面中央へ移動、はっけクラゲリブイザサマーを、これは逃さない、小橋サマーも勝負の手でしたが、さあ第2ラウンド投げてライバン膝をよけ、さあ体力の少ないレミーは非常に厳しい、5番をよけ、相手の暴れを刈り取って決めた。4立てでこの対決となりました。大貫 VS リキュアル、クーペといえばギドラ対決、さあ準決勝第2試合このシチュエーションで起こりました。勢いがあるのは5立てがかかる大貫側か、そんなものは跳ねのけるのか、力丸やってきました。お一番参りましょう、ギドラ対決、大貫 VS 力丸、大パン、ハザン、さあお互いがボタンを押し合う、コワコワ中足大パン、さあそして追い込まれているのは大貫側だが、投げて切り返す、はっけエコマチブロって中足を泳ぐ、これは体力残るが膝まで、リーチをかけたドリーム大貫大パン下がって大パン、さあ技の振り合い、お互いゲージはある状況だが、さあこのギドラ同士の中足の振り合い、相打ち大パン、ハザンは通らせたが、発揮ガード、一度下がって仕切り直すか、ゲキック中足中足ガード当たるが、お互いボタンも押さない時間が長くなってきて、このここで中足追い打ちからリーブ、この状況で5人抜き、勝ったのはドリーム、さあ解説お二人いかがだったでしょうか今の試合。いや5立てですよこれ、本命同士って言ってたのに、いやさすがですね、すごい強さでしたね、しかも、はあ、その内容も、はあ、やっぱりちょっと神がかりすぎてるというか、めちゃくちゃうまかった。そうですね、はい、なんか運が良かったとかそういうのもなくて、そういうのじゃなくて勢いがとかじゃなくて、全部ちゃんとしてましたね、めっちゃうまかったですね、いやびっくりするぐらい、うんね、はい、過去最強なんじゃないですか ね本当に本当に見てきた中で一番強い、うん、大貫チュンリーでしたね、チュンリーの可能性すらある、うん、もしかしたら、うん、いやあの勝ち方ができるチュンリーは今まで見たことない、ね、そうですね、まあ、はい、いつも言われることではあるんですけど、やっぱり特別なチュンリーなんだなって思いましたね、ちょっと忘れてました、はい、はい、申し訳ないということで、いやこんなにね、ね本当に差がついちゃうと思わなかったですね、差っていうかその5、まあ、そうですね、5-1っていう数字に、数字の差もそうなんですけど、はあ、
やってる内容がやっぱり比べてどうこうというわけではなく、はい、単純にすごい、そうですね、やばっていう、さっきもちょっと触れたんですけど、アナログなゲームなんで、やっぱりそのここは当たるとかっていうのが、そうですね、自分にしか説明できないような、なんか自分にしか分かんない部分ってあるじゃないですか、それがもう多分すごいありますよね、なんでしょうね、はい、でもなんかもう当てすぎてて、はい、どこまで見てからなんみたいな、多分明日とかに今の試合を動画とか流しながら本人に聞いても、そうですね、我々は多分理解できないんですよ、なんで当たったのか、よくある、出したのか、はい、雷撃のさばきとか昔からうまいはうまいですけど、はい、ちょっと神がかってる感じがしますよね、そうですね、もう出させて取る、出させて取るみたいになってて、みんな吸い込まれるように大貫の真上に飛んでいっては死んでいくみたいな、そうですね、あの自分で出してるつもりが、そう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 、あれ出させられて、順番の打ち合わせあんのかなっていうぐらいすごかったっす、ね、ですね、さあ次決勝ですよ、はい、決勝、はい、ギドラのうちの1人を擁する3本目のうちの1つが落ちた結果として、西日暮里 VS、はい、VS ドリーム、やっぱりこうなったんですね、そうですね、穴っていう穴がない、はい、全員強いチームですね、いやでもねこれお互いかなりのスコアで勝ってきてるんですよ、そうですね、そうなんですよ、なんで、はい、全員が出てる試合がないんですよね、うん、ないですよね、はい、おそらく圧倒的な強さで勝ち上がってきてますね、決勝まで、多分ですけど、はい、多分 MOV 試合してない説、してないでしょうね、がありますね、あの流れを考えると、そうですね、はい、の試合というかそこのアケコンの使用台で僕と遊んでたのがなるほど、最初で最後やった可能性が、ドリームの方は多分全員触ってはいますね、そうですね、はい、出てます、見てますもんね、はい、ハイタニ戦法もありましたし、そうですね、全員の試合を見ましたね、剣道5盾も弟子剣5盾も見たし、はい、一戦も先出てたしね、はい、だからもうこのドリームのそのほんまにドリームチームなんですよ、はい、もう一人一人が5盾できるドリームチームが順番に5盾してんっていうのに対して、はい、西日暮里VS本当にこう変な意味でのチーム力というか、そうですね、このデッキのパワーなんで、富永さんの全幅の信頼を受けた富永さんが、富永が負けないっていうか、もう最、はい、一番完成されたプレーが富永っていう前提でやってるんで、はい、まず富永いけと、そうですね、そこの違いがまた面白いですよね、はい、さあこれね、富永さん、ただダブル引き上げのおかげで勝ったみたいな試合はあんまりなくて、そうなんですよ、はい、普通にうまい、ちゃんと制圧してるんですよね、はい、っていうのが、まあ、その変わってはいるんですけど、ダブル引き上げをそんなにやってないじゃないですか、そうですね、だから、はい、そのダブル引き上げの仕上がり具合とかも結構気になるポイントがありますね、確かに、はい、富永さんやっぱ一番違うなと思ったのは、僕も心がけてるところあったんですけど、はい、誠使いとして、その今日なんか思いっきり喧嘩してしまいますけど、はい、ほんまはそのプラにとって小足早いで決め打ちとかできしない、はい、中盤で刻んでいいみたいなのも、はい今日は正判断しましたけど、はい、富永さん結構最後まで徹底して、なるほど、ね、近距離プラに取ったからなんなんっていう感じで、中盤刻んでしゃがみ台パン行くか走るかみたいな感じのことでリスクを抑えて、ね、はい、じゃあちょっと準備ができたみたいなんで、ね、ですか、はい、ありがとうございます、はい、第17回クーペレーションカップ決勝戦戦うのはこの2チーム、それではね、まずじゃあ西日暮里 VS からコメント一言ずつ聞きたいと思います。MOV です、大貫さんが今回ドリームチームを組んだという情報が入ってきて以来、我々はこの試合のために全部この試合のために動いてきたので全力を尽くします、よろしくお願いします。マッチです。まあ、ここの3人は割と最近サードから離れてスト5ばっかやってるだろうと思われがちなんですが、まだまだ全然現役ですし、今日はあのサードをやったことないスト5の仲間も見に来てくれて、むしろ遊んでくれたりして、それで楽しいと言ってくれてます。これやっぱゲーセンで生きてきた我々としては本当に最高のことなので、まあいい年した大人ですけど、まあ壇上で思いっきりはしゃいで相手を倒します、よろしくお願いします。ウェルプレイドバナオです、プロゲーマーっていうのはゲームに対するスタンスを人にお見せするのが仕事だと思うので、このゲームに対する姿勢を表現したいと思います。
カシです。バーサスの店員です今日は富永さんが強すぎて全然試合できないんですけど、まあ最後なんかいいとこ、厳しい人ばっかですけどね、いいとこ見せるんだなってちょっとは思います。頑張ります、よろしくお願いします。富永です。今日は本当に運がいいですなんか勝ちがこっちになんか勝手に流れ込んできますね本当にもう横からアドバイスしてる画面が多分いろいろあったんですけど、全部持ってる持ってる、 そんなフレーズばっかりでしたラッキー、このままラッキー、5回ラッキーで勝てるか、あ、5回ラッキー、じゃあ5回ラッキー引いて夢を積んでいきたいと思いますはい、じゃあドリームも一言ずついただきたいと思います。灰谷から。はい、灰谷です。そうですね、今回、まあ、スタートストライクというすごい自分の好きなゲームの、まあ、こうしてすごい素晴らしい大会の決勝にこう立ててるんで、それが本当すごい嬉しいですね。まあ、最後まで楽しんで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ああ、健三です。まあ、こんな夢のようなチーム組めて、特にあの弟子健さんと組めて幸せなんで、ちょっと頑張ります。一斉です。よろしくお願いします。一試合もせず壇上に来て、ちょっと緊張してます。まあなんか見せて終わりたいと思いますので、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。大貫です。ありがとうございます。いや、弟子剣と獣道実はやる前に、1回だけクーペで一緒に1回だけ組んでみたいチームがあるって弟子剣に言ってもらえたのがこの4人だったということで、すごい楽しく作戦会議とかもして、本当にいいチームで、今日もチームワークがね、ほとんど地域も全然違うみんななんですけど、すごいチームワークもよく最後までこのまま勝ち切りたいと思います。応援よろしくお願いします。弟子剣です。勝ちます。はい、それでは準備の方お願いします。拍手してもいいよ、してもいいよ、よろしくお願いします。よろしく、おなさす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 、よろしくお願いします。おなさす、おなさす、なんか不思議なオーラ。よく遊びますね。何ピッチで逆だってた。戻る戻る戻る。こういうことはめられない。わちゃわちゃしてわちゃわちゃして。右サイドバック。いや、まあ予想、まあ結構してた人も多いと思うんですけどね。今から先方を話し合っていただくということで。いや、これはもう本当僕のイメージだと総力戦になるとは思うんですけどね、勢いに乗ってるプレイヤーがいれば一気に試合が決まるなんてこともあるかもしれません。富永今日20勝ぐらいしてるらしいですからね。さあ、柏くん MOV 出てないなんて噂も出てきてますからね。まあ決勝戦出ないわけにはいかないと思うんでね、どんな作戦で両チーム行くんでしょうか。まあ、こういったね、調校の様子なんかもね、配信でお届けできてるのもすごいクーペレーションカップのいいとこかなと思うんで、あんまりせかさないで、ここはゆっくり、チームで考えてもらいたいなと思いますまあ観客の皆さんも最後の1試合なんで、声出して応援していただければなと思います。はい、それでは準備の方整いました。第17回、クーペレーションカップ決勝戦です。盛り上がっていきましょう。それでは先方富永対慶応、申告通りお願いします。さあ、本日絶好調富永、対するは健三。健三が先方で使えるって素晴らしいチームです。ドリーム、
さ全キャラほとんど土佐波を使っていく富永、これが先鋒戦です。さあ見ていきましょう。まず開幕ケンゾー動いていく、チェスト投げからの、さあ TC 来撃手、来撃手、さあ早い展開になっている小橋 EX ソロさん、さあ中段の扇風機はしっかりガードして、カラクサこれも回避、さあ大パンで対空中足 EX ドローザン、さあ健三勢いに乗っているぞ。ラウンド2 EX トロ前方転身中継ハイジャンプキャンセル、中足 EX トローザン、 EX トロピオらせていく。本日絶好調の富永を瞬殺。さ健三開幕飛ばしていく。さあ MOV、 ここで勢いに乗らせてはまずいと MOV が時報で座ります。これほどまでに豪華なカードがクーベレーションカップ決勝戦多数見受けられます。さあ行ってみましょう。先方健三対ジホエモブイ、さあ集中していく、様相客中足トロザン、前方転身中継ハイジャンプキャンセル、中足まずはゲージが欲しいエモブイ、大パンも狙っている、前方転身もう一回、さあこれは回避していく、生 EX トロザンでスターン。さあ健三覚醒しているぞ。開幕は大足、そして中足 EX トロ、小ボックス一旦画面中央戻して、中足 EX トロザン前方転身中継ハイジャンプ、ブロッキングしている、中足エキストロザン、中足砲翼戦、サイモンブイ反撃、天心選球隊 EX ワード、さあ粘り粘るし MV、さあ最大 TC 投げていく、中足砲翼一気に流れを変えていく MV、 さあ気合のガッツポーズ、さあ時報ドリームは一斉が座ります。さあ大事な試合を制して、さあ集中、さあ時報対決 MOV 対一世見ていきましょう。鉄さん炸裂大パン、さあ現役人発動、ナイスガード MOV、
ハッケーハッケー、ゲージも溜めつつ中足集中している MV、 最後もハッケー、ラウンド2中足放翼投げからさあたまらず発動、さあ下段スタート、中継打開絶唱、ハッケーで潰していく、 MOV2 人抜き、酸素大丈夫、酸素、さあ中堅座るのはハイタニ、さあここで、プロゲーマー同士対戦となります、地方 MOV 対、中堅ハイタニ、さあ、地方中堅戦スタートです、ダッシュ投げ腰中足、さあ、鳥かご状態にしていくのはヘタハイタニ、チェストからさあ、画面端入れ替えてニュートラ台形正中線5段付け、さあ、読み合いが回っています、ラウンド2、ダッシュ投げ通していくのはハイタニ、大パンジャックチェスト、さあ、ハッケー確認機構圏放翼線、中足百列、下段ダッシュ投げ抜けるチェスト、ハッケー相打ち EX、 落ち着いてリープ、EX ダッシュ投げ、さあワンブロからしたこれは使って、さあ中足保育が刺さる、投げからの置き攻めはどうする、下段、さあもう一回外形保育 MOV 乗ってるぞ、さあドリーム副将4人目誰が行く、残すカードは、デシケンと抜き、デシケン大抜き、そう大抜き、ここでもまたも焼きドラ対決、力丸大抜きの後は MOV 対大抜き、さあ地方副将戦リードしているのは西日暮里 VS、 さあ白い方 MOV、 グレーのカラー大抜きです、破産猫パン八景破産、さあ最高峰のチュンリー対決、さあ IP 差し込んでいくな大抜き、さあ中足砲翼戦 MV、電キック八景要素
中足移動投げリープ逆列大抜け落ち着いてるラウンド2さあ発見飛行権決めていったのは大抜きチュンリー中足翻訳飛行権ニュートラ体験ちょっと集中しすぎちゃったんですかね飛行券さあ総力戦になってまいりました さあ貸し中堅で貸し券投入決勝戦の、中堅副将戦となります地獄車リープから投げるグラップさあダブル決めてパーソナルアクションさあ勢いがあるカシかかと見えているしかし中竜巻さあ読み合いが回りすぎているぞさあ一旦距離を取るさあ貸し券ガード硬いすごい反応コーパン翻訳さすが大抜きラウンド2DX バードさあ陣内ああ距離が足りなかったですねさあ画面端背負わせたが入れ替えてニュートラル台形さあ昇龍ニュートラ台形がきついこれは確定ですね確定の翻訳さあこれで副将対副将並びました座るな待ち号機さあ副将対決さあ号機業界ナンバーワンと言ってもいいこのマッチ号機副将で登場マッチ対大抜き副将戦ザンク大パン大豪昇龍大足さあゲージがない状態で大足触れますザンクさあ読み合いが深い膝メッサツゴハドさあラウンド2ハゲグラップしゃがみ中盤ザンク弱竜巻100機種さあ痛いの入ったぞ膝面刺殺ゴーハードさあノーキャンセルさあマッチ動きリード守れるかガー
ドリーム追い込まれた。大将弟子剣さあミスター集中力弟子剣、大将として登場します。副将はマッチ号機。さあマッチ対弟子剣見ていきましょう。中足からダブル、ダブル、さあ完封勝利。まずは弟子剣が1ラウンド目完封。上りへ、立ち中盤。さあ、ものすごいプレッシャー、弟子剣。ザンク。さあ、地獄車、画面端どうする？ EX 竜巻からの昇竜。波動、EX 波動。投げて。さあ、ものすごいプレッシャー、弟子剣。決勝戦もやはり大将戦まで。さあかつてここまでバナオが応援されたことがあったでしょうか。会場中からバナオコール。さあスター軍団といっても過言ではないドリームに対して、西日暮里 VS 総力戦でここまで来ました。大将戦です。バナオ対弟子剣。さあ泣いても笑っても最後の1試合です。地獄車。さあ即答昇竜、中足勝利。投げから地獄車、しゃがみ中盤陣内。さあ空気は弟子剣だがバナオ踏ん張れ。さあラウンド2、中足 EX 波動拳大事。さあ勝利に対してここで電人ギャル三段もしっかり決めて。さあまだ上がんない。地獄車、灼熱波動。さあ優勝はドリーム。おめでとうございます。いやでも西日暮里 VS チームすごい頑張ったと思います。お疲れ様でした。はい、決勝戦終了しました。実況席にいるお二人いかがでしたでしょうか。いや素晴らしかったですね、本当にっていうか先鋒戦からもう大変なことになったじゃないですか。富永対 KO スタート。そうですね、全力ですからねお互いね、はあ、出してる駒がもう普通だったらこの順番ありえないでしょうって思う順番で、もうエース対決みたいなのから始まって、すごかったね、はあ、最後までエースが出てくるっていう最高でしたね、はあ、はい最高でしたよね。もうちょっとなんか想像もうちょっといやもう本当になんか KO が最初強すぎて
これで終わっちゃうんじゃないかと思ったら最速で MOV を出して、そう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 、 MOV が今度また強すぎてこれで終わっちゃうかと思ったら大貫がさらに強くてみたいな、もう本当なんかモンスターの、ね、インフレが激しすぎて、ね、総力戦って感じでしたね。いやすごかったですね、本当に面白かった、はあ、いやでもね、デシケンが組みたかったっていうチームで最後ちゃんとデシケンが締めたのは本当すごいと思いますね。よかったですよね。みんなこのチームを倒すためにチームを組んできたっていう話をさっきしてたじゃないですか、ね、それでちゃんとそれを退けて、そう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 、で最後デシケンが締めるっていうのは本当すごいいい流れだったと思いますね。素晴らしいと思います。最後までね、あのこの大会全体が保たれたというか、うん、格好がついたなっていう形で、はい、はい、あいい試合でしたね本当に、うん、と大ルホーは今は表彰の、ね、表彰式の準備を今しているところですかね。はい、はい、いやでもなんか我々もこんなリングサイドで、ね、見ててラッキーでしたね。いや本当ですね、はい、ありがたいですまあもう僕らの本当に右横、はい、すぐそこに選手がいる状態、本当すぐそこなんですよ、はい、1メートルぐらい横になんで、はい、選手がいる状態だったんで選手席ほぼほぼ後ろで 見、はい、見させていただいて、もうなんかね一番早く最速で座ってるのとか見えたりもするんで、すごいリングサイド席ですね。あのプロレスとかの本当リングの真横の席みたいな、今その真横の席にバーサスが降りてきてますが、準優勝チームからね、準優勝の表彰が終わったら優勝チームの表彰っていう感じで、そうですね、そうですね、はい、今ちょっとこっち映してもらいましたね、うん、いやもうフラフラですね MOV も MOV が一人で立てないぐらい、もうすぐカメラ抜かれると思うんですけど、あ、じゃあ準備できました、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます、お願いします、はい、じゃあちょっとカメラお願いしますね。はい、じゃあ、準優勝チームから、表彰したいと思います。準優勝チームは西日暮里 VS ですね。今回も素敵な盾用意しました、おめでとうございます。おめでとうございます。そしてですね、商品としましてスプリットフレーム様から、吉原先生のイラストの前回のカラーバージョンですね、スプリットフレーム様からご提供いただきました。人数分あります。はい、じゃあおめでとうございます。はい、それじゃあプレス、あと写真撮影やりたいんで真ん中の方にちょっと来てください。じゃあ、はい、じゃあ撮影プレス以外でも誰来てもいいですよ。あ、指示があったらしてください。さあ準優勝チーム西日暮里 VS に皆さん拍手お願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、じゃあありがとうございました。じゃあ一旦。あ、じゃあ優勝チーム上がってください。はい、じゃあ、第17回クーペレーションカップ優勝ドリーム、デシケン、大貫、健三、一世、ハイタニ、おめでとうございます。
そして、今回も商品いろいろ用意し していただいたんですけど、まずは、無敵時間さんからパーカーも全員分ですよね。全員分あります。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、どんどんありますよ。そしてこれ次が超かっこいいんだよね。はい、これがですね、アーケードショック様からご提供していただきましたラップのカスタムバージョンですね。そんで、ね、取り外しができるレバーとかついて、天板が、吉原先生のサードのイラストになってます。これすげえかっこいいですよ。カメラさん抜いちゃってください。さあ、このアケコンですね、これも、カスタムバージョン、ね、なんですけど、5台あります。全員分あります。はい、以上となりますので、もう一度優勝したドリームに拍手をお願いします。はい、じゃあ写真の方行きますか。写真タイム行きますかね。じゃあちょっと指示、そうですね、ちょっとバランスよく商品なんかを全員開け込んじゃない方がいいかもね。写真ははい、こちらまずプレスの方からお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、プレス以外の方もどうぞ。写真撮りたい方どうぞ。大丈夫でしょうかね。はい、じゃあ優勝チームに最後一言ずついただいて、僕締めましょうか。はい、じゃあもう一回さっきの順番でもいいですよ。はい、ちょっとね、感想とかも聞きたい人いっぱいいると思いますし、時間もぴったしなんでね。じゃあ端から名前と一言いいですか。はい、谷です。ちょっとこのチームに誘うときに正直、まあ、あんまりちょっと自分がやり込める時間が取れないんでどうしようかなと思ってたんですけど、まあちょっと自分なりに、プレー時間を取ってある程度のところまで仕上げてきて、まあ、それは良かったなと思ってます。あとはクーペ 準優勝を3回ぐらいしてて、実は優勝したことなくて、で今回すごい好きなゲームで優勝できたことが本当に嬉しいです。チームメイトたちも本当にすごいいいプレーばっかりで本当に感動しました。ありがとうございます。一斉です。0勝3敗で優勝しちゃいました。すいません。せっかくこんな強いチームで組ませてもらって、結構まあ練習もしたんですけど、まあ、あんまりいいとこなくてちょっと残念ですけれども、まあ、間近でこんな強い人たちのプレー見れてよかったです。ありがとうございました。健三です。正直モチベはそんななかったんですけど、周りのチームがうちのチームを絶対倒すって、ま、なんか毎回言ってきたんで、実は隠れてこそれにしてたんで、それが実ってことです。ありがとうございました。大貫です。応援ありがとうございました。去年は獣道のことで弟子剣戦のことしか考えてないでサードやってたんですけど、今年は弟子剣とその時から組むってことで他のプレイヤーのことをすげえ考えて、このクーペに向けてやれて結果が残れてよかったかなと思います。
やっぱチュンリー同キャラも最後 MOV と30周年でも戦ったんですけど、今回もまた戦いて一番戦いたい相手なんで嬉しかったなっていうのがあります。応援ありがとうございました。レシケンです。ほっとしました。このチームで優勝できなかったらもう格ゲーやめるとかそのレベルだと思ってたので、それぐらいの気持ちを込めてプレイし続けました。今年はちょっとですね、サードから一旦離れて5の世界で勝負したいと思っているので、ソファイブでちょっとどこまでいけるか頑張ってみようと思います。皆さんありがとうございました。はい、じゃあもう一度盛大な拍手でお願いします。お疲れ様でした。おめでとうございます。いや、あ、商品がいろいろありますね。はい、じゃあ締めましょうか。まあ締めましょうかって言っても、僕も今回は本当にですね、まあいつも通り準備めちゃくちゃ大変だったんですけど、あ、そうだ、いっぱい俺もやらなきゃいけないですね。まあ筐体あのいっぱい提供していただいたね、ロボットの山崎社長にも本当ありがとうございました。あと、まあ支援してくださった方もすごいたくさんいたんで、その方たちにも本当にありがとうございます。はい、あとは、あ、そうですね、配信中ちょっと技術チームから聞いたんですけど、あのドネーションっていうかサブスクもたくさん入れてくれたってことだったんで、それも本当ありがとうございました。はい、そうですね、あとはまあ本当に、ゲームセンターね、バンバンなくなってますけど、まあなんとか続けていきたいなと思いますんでね、来年もまた皆さん会いましょう。
pick. Get it on y'all. 10, 9, 8, 7, 6. Get it on y'all. Choose and pick the best one. Let's get it on now. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on now. Select and make your first pick. Let's get it on y'all. 10, 9, 8, 7, 6. Let's get it on y'all. Choose and pick the best one. Let's get it on now. 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on now. Select and make your first pick. Let's get it on now.